はい、皆さんこんばんは。どうもどうも。あー、パーカーのババコンガさんじゃないですか。はい、今日ね、トーマス池田の顔面狂気っていうタイトルになってるんですけど。え、あれ誰が顔面狂気ですか。なんか選手、百花繚乱でね、はい、勢いづいた川瀬俊夫がですね。あー、クソもんなかった放送ですか。そう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 、はいはいはい、来週は、トーマス池田の顔面狂気でお願いしますっていうふうに。またおもんないタイトルつけてくれますね。あ、相変わらず。あれはトーマスさんが考えたんじゃないんですか。あ、ちゃいますね。違う、はい、僕やったらまたもっといいセンスのいいね。あ、なるほど、はい、もうちょっとかっこいいのがねあったんじゃないかなっていう。あ、はい、冠番組頑張ってください池田さん。あ、了解しました。はい、はい、ありがとうございます。まあ、一応ね、顔面狂気っていうタイトルついてるんですけど、はい、なんと今週、どこの曜日も花のケージを放送するってことで、はい、この機会にですね、はい、まあ、キコナチャンネル関西版なんか曜日対抗あんまりやってなかったんで、ほう、ちょっともうガチでバトルしようじゃないかと、はいはいはい、いうことでですね、まあ、今週に限っては曜日対抗新花のケージ出玉バトルってことで。え、そんなんやっていいんですか。あ、もう勝ってまいりますよ普通に。あ、まあ、マックスに定評のある森口ですからね。そうですね、まあ、天下さんと池田さん2人よりはもうなんか3万発ぐらい出るんじゃないかなと思ってるんですけど。いやー、でもただ長ったらしいのめんどくさいんで、はい、3年ぐらいしたらクリアします。終わりかい。します。ラブクリソンの、はい、どんな班で。まあ、ちなみにね、ルールだけちょっとね軽く説明させていただきたいんですが、はい、対決ルールとしましては最大2台ですね。2台で午前2時まででシダっていう形なんで、はい、2時の時点で当たれば一応その分の出玉は OK なんですが、はいはいはい、2時超えてしまうともうその時点でも出玉も全部なしということで。なるほど。カウントはしません。了解です。はい、一応画面に表示される出玉数を2台合計して曜日の出玉ということで、まあ、2台とも出れば、はい、まあもう問題ないと。ヒントみたいな感じですね。そうですね、うんって感じですね。ヒントみたいな感じですね。はい、そうですね、はいはいはい、いいと思うんですね。はい、あ、いいと思った、はい、で優勝曜日がですね、なんと最下位の曜日の罰ゲームを決定して次の週にやってもらうと。それはデス罰ゲーム作れますね。 それ。そうですよ、はい、もうそんな好きでしょ池田さん作るの。そうですね、はい、だからね、手入れ OK ですか。手入れはね残念ながら禁止なんですねこれ。いや、もうそうなったら確変中入った瞬間、はい、ポケットのところなんか、あかんあかんあかん。まあ一応手入れ真剣はね火曜日のお得意らしいんですけども。あ、そうですか。まあ、これ封じられたということで、はいはいはい、まあ今のところ暫定表がね出てるんですが、まあ、成績表を見ますとなんと月曜の伏せ点が1位で。マジですか。2万発出てるんですよ。2万発、はい、初当たり3回で最高15連。1時半ぐらいから打ち始めたら多分間に合いますね。間に合うや、はい、で2位がなんと火曜の大当点ですかね、はいはいはい、こちらが11228玉ということで、はい、まあ、初当たり5回の最高4連。なるほど。で3位が昨日の水曜鶴見&東大阪店が9780発、うん、みんなめっちゃ出してますね。まあまあね、初当たりは意外に引いてるんです。初当たりを引いてるっていうのがすごいですね。そう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 、はいはいはい、マックスですのにね。で、まあ、最高3連で今のところの最下位は日曜の野崎&市場の当て店、はい、4236玉。あ、当たってるんですね。まあでも当たりはね一応引いてるんですよ。なるほど。まあこれ森口当たらないっていうことはないと思いますんで。そうですね、僕一人で全然多分、はい、3万4000発ぐらいは。あ、はい、なるほど。もうそれだったら30連ぐらいやってくれるんじゃないかと。そうですね、はい、はい、ただ打ち始めるのは1時45分っていう。そう、あ、はい、だいぶ半でありますけどね。そうですね、はい、それまで何するんですか。雑談ですね。雑談。はい、するんや。持つかなって感じですけどもね、はい、まあ、一応この森口店ねミッションもありますんで、うん、一応それプラスミッションも一応ご用意してますんでね。ミッション達成はなんかプラスアルファになるんですか。いや、それは関係ないですね。まあ、罰ゲーム回避か否か、はい、今日の罰ゲーム回避か否かですよこれは。わかります。結果本じゃあれですね、はい、最下位になったら2個食らうってことですね。そうですそうです。軍門に下るんですけど、はいはいはい、最初ミッション成功は出玉2万発以上ということで、まあ、これは1位目指してくれという。なるほど、はい、はい、期待を込めてですね。わかりました。あとは全回転、はい、ミッション失敗は、まあ、長柄、歌舞伎物リーチ、あと ST 中に天運チャンスってあるんですが、まあ、これ外れるとミッション失敗ということで、はい、了解です。はい、よろしくお願いします。はい。はい、告知どうしますか。やっときますか。もう時間5分経ってますけど。って感じです。あ、パンパンって。って感じです。パンパンって。はい、まあ、終わってからね、できますんで。なんなんその雑な感じ。いや、パンパンって言うから。とりあえず、まあ、ほんじゃ、はい、まあ、打てということですね。まあ、早打てって言われてるんでね。はい。うんうんうん、
ちょっと右打ちでいいですか。右打ち、あ、それ歌舞伎打ちっていうらしいんですけどね。あ、そうなんですか。はい、まあ、はい、あの池田さんがいいんだったら全然いいですけどね。なるほどね、はい、了解です。あ、わかりました。じゃあ早速ね、まあ、刑事も寝台で入ってますし、はい、あと黄門ジャマとね、はい、スーパージャックポット、そうなんですよ、26日からね、はい、はい、寝台入ってますんで。2台ございます。あ、2台もある、はい、バラエティに2台設置しております。なるほど、はい、まあ、うちの JP がこのジャックポット打ちたいっていう風にね、かなりさっき歓喜弱まってましたけどね。いや、もう JP さんコアなやつ好きなだけじゃないですか。そう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 、液晶なくてなんかこうふっていう感動をちょこちょこ味わえる台が好きなんでしょ。そうそうそう、はい、よう分かってますね、やっぱね。ということでね、森口さんぜひ寝台入りましたんで遊びに行ってくださいね。はい、来てください。はい、ということで、じゃあ早速打ちましょう。早いな、はい、なんか雑さが見えるな。なんでなんでちゃんとちゃんともうルールも説明してちゃんとやったじゃないですか。いや、もうそのルール説明がもうそんなね、ちゃんとやりましたよ今日。いや、森口はそんないらんのじゃないかなっていう。あ、そういらんのでっていういらんねや。あ、そう、あ、はい、ちなみにね、これ2台なんで、まあ、はい、天賀さんがねちょっと後で来るらしいんですが、はい、ちょっとまあお仕事の都合で。いや、多分来ないっす。あ、来ないの、はい、え、来るってさっき言ってたのに。いや、いらないっす。あ、いらない、はい、僕一人で十分。ニューキャラじゃないですけど、お、はい、お、ニューキャラ登場。ニューキャラじゃないですけど、はい、あの今までに出たちょこちょこ出た、はい、はい、ものが1名来ますね。1名来る、はい、あ、なるほど。じゃあね、その辺ちょっとお楽しみにしていただいて。そうですね。でもそれまでちょっと JP さん、じゃあね、代わりに打っといてもらって。じゃあ台打ちいいですか。はい、その代わり JP さんもあれですよ、ミッションクリアしたら、あのミッションクリアちゃうわ、ミッション失敗したらね罰ゲームありますので気をつけてください。これ音量どれぐらいがいいんですか。音量どれぐらいかな、真ん中ぐらい。真ん中ぐらいでいいと思います。了解です。黄色のあたりですかね。あ、神か、神って言われてますけどね。ハマムとか言われてますけどね。いや、それがね、はい、またちょっとちゃうんすよね。ちゃうんす、はい、なるほど。あ、ちょっと後ろだいぶ反射してるな。これ閉めても大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。あ、わかりました。音全然聞こえへんこれ。じゃあちょっと大きめに。いける、いきますか。だいぶ反射がね、きついですけど、大丈夫ですかね。じゃあね、本日、トーマス池田の顔面狂気っていうタイトルになりましたんで、はい、デルマムバトルね、早速スタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。僕が調整してたのはショートでした。ショートを調整してました。音ね、音じゃなくてあれですね、はい、あの照明の明るさを調整してもらってたっていう。、はい、これお二人初打ちですか今回。そうですね、お初打ち、はい、刑事シリーズは歴代は打たれてるの。いや、もう地獄しか見てないです。地獄しか見てない。いやこれほんまにね、はい、僕のちょっと過去のあれ聞いてくださいよ。あ、どうぞ、はいはい、聞きますよ全然。いや、刑事の一番初代のやつあるじゃないですか。はいはい、空の彼方、雲の彼方、雲の彼方、空、はい、あれね、はい、僕パチンコをその当時全然してなかったんですよね。あ、そうなんですか。はい、もうスロットばっかりで、あ、なるほど、ひたすらスロットスロットをやり続けて、ほう、で刑事がおもろいっていうのがもう止まらんぐらいの情報が永遠に流れてきたんで、あ、刑事はいいぞと。そう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 、爆発力もあるし、で、まあ、じゃあ一度打ってみようと。あ、ちょっとね体験で、はい、で、まあ、打ち始めたところ、はいはい、なん1週間のうち確か3回ぐらいは打ちに行ったんですよね。結構打ちに行った。そうなんですよね、はいはい、で、まあまあその当時あのまあまあ金銭的にも余裕があったので、はい、確かね 10ペソぐらい掘り込んでたんですよね。あ、もうだいぶ掘り込んでたんですね。3日にわたって、ほう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 、で最終確か15ペソぐらいまで初当たりが1回もなかったわけですよ。ほう、はい、あの毎日毎日うちに行ってんのに15ペソぐらい最終使って、10ペソってやってますからね、はい、でやっと当たった思って、はい、じゃあ16ラウンドやったんですよ、はいはい、でも初当たりの時なんかメロディーが流れなくて、あれって思って、メロディーが流れない、でまあまあ店員さん呼ぶじゃないですか、はいはいはい、普通に音出ないんですけどすいません、これなんでですかねみたいな風に聞いて、はい、じゃあちょっともう大のトラブル上で、あー、うん、なるほど、あの音はもう出ないですって言い切られてしまって。全然面白くないやん。うっせやん俺、初当たりのもう今までこんだけ打ち込んできて初当たりの刑事がこれってなんなんと思って。全然思わないやん。でそれ思って、はいはい、でさら やさかにこう、はいはい、店員さんに対応してもらってる時あるじゃないですか、はいはいはい、その時の保留で当たって、はいはい、2ラウンド通常引いて終わりました。やばないですかこれ。あ、ちょっと切なすぎますね。いや、ほんまにね、嫌な思い出しかないですよ、ほんま。そうですね、あんまり良くないねそれね。あんまりとかじゃないですから、ほんまに、まあ、刑事のいい思い出じゃないね確かに。
あ、JP さんちょっとだけ右寄ってもらっていいですか。右いけます。こんな感じ。あ、オッケーオッケー。だからもう若干自分の口でこう、はい、テレッテって言ってましたからね。あ、顔がでかいと音も止まるんか出てますけどね。それは違いますね。話が入ってこない、うん、このスパイラルやなと言ってますよね。ほんまエグかったですよあれ。話長いねって言ってますけどね。これが俺流や。ねえ、それは刑事に愛されなかっただけやと言われてますよ。そうなんですよね。はい、話がもともってないってね言われてますけど。はい、じゃあね、早速コメントももうたくさんねまた来てますんで読んでいきます。いや、今日ね、はい、あの来場も結構多いですね。あ、ほんまですか。はい、まだ10分ぐらいしか経ってないんですけど、もう350ぐらい来てますね。ありがとうございます。さすがやな俺。俺あ、違うか。やっぱり俺ね。違うか。あ、まあそうじゃない。今日はババコンガ池田ですから。そうですね、タイトルがね、あの冠番組、ね、そうそう冠ですから。もうね、ふんぞり返っていただいていいかもしれないです。なるほどね、はい、もう今まで以上にアピティっていうわけですね。ああ全然いいですよ。もうこいつほんまうざいわっていうコメント永遠に流れると思いますけど。多分延々に来ると思いますけどね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、新しい店長出ないのってことでね、残念ながらねちょっとあの、ま、多忙ということで。そうなんですよ、はい、まだちょっとね正式にお知らせすることができないということで。そうなんですよね。はい、あの申し訳ないんですけどもね、散々ねみんな煽って煽ってって感じでね、デルデル詐欺みたいになってるんですが、うん、あの本当にちょっとね、あの多忙ということで、もうちょっと落ち着いてからあのゆっくり出たいということで先ねお話いただきましたんで、視聴者の皆さんはね本当に大変申し訳ございませんけども、もう少しお待ちいただけたらと思います。はい、申し訳ないですね。はい、こんばんは。マックス騎手なら任せておきの木曜日期待してますよと言ってますけどね。なるほどね。はい、ぜひ期待を裏切りに行きますよ。裏切るんや。はい、いやもうこんなね曜日対抗あったら絶対木曜日もう優勝候補上がるんでね、ちょっと頑張ってもらわないと。いやはいはいね、業務優先やからって。そうですね、店長は見たかったからってね言われてますが、本当にね申し訳ないんですけども、新店長ちょっとお待ちいただけたらと思います。まあ、昨日松浦さんが新店長出るって言ってたのにってね、あの私もね先週の時点では出るって聞いてたんですが、ちょっと本当にあの業務がねまだあのなんていうんですかね、変わってから間がないということで結構大変ということで、まあね、あの業務に支障を来すとね申し訳ございませんというので、もうちょっと待って持ちいただけたらと思いますね。これアマデジで買ったらダメなんですか。え、アマデジって買ったらダメなんですか。あ、もうそれはノーカウントになりますんでね。あ、そうなんですか。はい、申し訳ございませんが、刑事以外はノーカウントで。そうそう、ね、出たらいいってもんじゃないんでね。じゃあ花の刑事缶はダメなんですか。あ、缶もねちょっと機種が違いますので。あ、なるほど。まあ竜ぐらいやったら OK かな。あ、竜。あ、ちょうど1パチにあの今回導入ありますね。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。アマデジの竜が導入されてます ね、 ね、はい、お二人とももうちょっと気持ち右寄ってもらっていいですかね。大結構被ってるんでね、申し訳ない。こんな感じですけどいいですか。あ、そうですね、ちょっと打ちづらいですけども申し訳ないです。はい、はい、ちょっとね、あの視聴者様がね、あの大ちゃんと見たいという方おっしゃるね、たくさんいらっしゃいますんでね、申し訳ないです ね、 ね、はい、あら残念、楽しみにしてたのに。続百花繚乱とやってますけどね。いや百花繚乱見たいんかな。はい、川瀬敏夫の百花繚乱ね、いかがでしたかね。そんなにユーザーに求められてたんですか。いやどうなんだろう、楽しかったのかな。二人ともでかいからかぶるんやで、でかいでかい言われてますけどね。今来ました、皆さんこんばんは、ありがとうございます。池田は背中がすすけて見えるよって言われてますよ。すすけてってどういう意味ですか。泣きの竜え、あ、知らないですか、泣きの竜。麻雀、はい、麻雀のパチンコね、麻雀の漫画か、あれ、漫画ですね、なってましたけどね、なんか背中がすすけてるぜっていう有名なセリフがあるらしいんですけどね。どういう意味なんですか、結局すすけてるっていうのは。チョロいってこと、どういうこと。JP さんどういうこと。どういうことって俺に聞かれて怒るんだけど。誰も知らんかったっていうね、コメントだけね分かりますけどね。辻色は結局どこに移動したのってことで、これもね辻本店長本人がおっしゃってましたけども、もう発表していいんですよね。本人発表してましたからね。キコーナーエビエ店の、店長に就任されましたんでね、もしかしたらね梅北の放送に出るかも出ないかもという噂が出てますんで、その辺はねまた月曜日の放送を見ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、サチが薄そうな池田とかねいろいろ言われてますけど、誰がやねん。薄ないわ、まあ、薄ない、いやしっかりね仕事していただけると思ってますんでね、はい、すすけてる、すすをかぶってる感じ、かっこ不幸オーラって言われてますね。あ、不幸、ふざけんなって。幸福じゃん、幸福ない、はい、ありがとうございます。引っ張るなね、まいまさん、池田さん、JP さんこんばんは、ありがとうございます。番号は、はい、ダンソンお願いって言われてますよ。ダンソン一人でやりますそれ。えらい罰ゲームですけどもね。どっちか言うともうラッスンゴレライ練習してますけど、ね、どうしましょう。今和子、今日はラッスンゴレライやってくれるかなって言われてますよ。いや、ちゃうんですよ、ね、はい、ラッスンゴレライの相方が今日休みなんですよ。
はい、あ、じゃあやれない、はい、そうなんですよね。やっぱり揃った時はちょっとやってもらおうかな。いや、あのラッスンゴリラ、あの川瀬とじゃないんで。あ、違うんですか、はい、あ、別の相方がおる。また別の相方がいるんで。新たに相方が見つかった、はい、そうなんですよ、いや楽しみですよ、そうなんですよ、ぜひご期待いただけたらですね、はい、あ、先週天賀さんは舞い上がってたねと言われてました。いちびってました。いちびってたと思います。いや2時間ずっと喋ってましたよ。やっぱいちびりますからね、あいつね、なんやかんや言うてね、楽しかったみたいですけども、ね、はい、ラッスンゴレライって何ですのと言われてますけどね。だからそれがラッスンゴレライって何ですのっていう、それネタのコメントにあるんですよ、ね、ネタの中にあるんですよ。あ、ちゃんと分かってる人ですね。ラッスンゴレライって何ですのっていうんですよ。あ、ここ相方おるじゃないですか。いや、いいっすわ、いいっすわ。無理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 。でっかいコンビ、はい、はい、すごいタイトル。でかすぎて多分皆さんに耐えられないと思う。そうですね、はい、まあ、そこはね、視聴者さんに聞いてみたらいいんじゃないかなと。お兄さん、そうそうそう、知ってるじゃないですか、JP さん。あ、できるね、これね。あ、このアングル、辻エル覚えたっす。今日はトーマス。今日は救済地がメインか、お休みって言われてますけど、ね。あ、お休みー。それあかん。起きて起きて。ゆっくりね。ね、店長って誰、池田さん頑張る。今日はトーマスメインの番組か、わらーって言われてますけどね。いや、メインですよ。看板貼っていただきますんで。いやいやいや、ね、JP さんメインでお願いします。ほら、池うちの縁で縁でくほら、池だって誰、俺知らないとか言われてますよ。ほら、絶対知ってるやん。ね、知ってますよね。もう好きな人でしょ、きっとね。ほんまに。あ、初めてニコ生で見たトーマスさん、ファンやけん頑張ってって言われてますよ。ファンやけん、あの、あれですよ、多分九州の方ちゃいます。いや、九州ちゃうでしょ。え、ファンやけんって、え、広島とかその辺じゃないですか、岡山とか。あ、そっかそっか、うん、あ、でも九州でもこんなん言わんかな、やけんって。いや、まあ、でもね、ありがとうございます、はい、この、ま、いつも YouTube なんですかね、ありがとうございま す,、います。はい、おばんです。まゆめさん、こんばんは、頑張ってね、ありがとうございます。ダサパーカーでやってますけどね。トーマスも成長したな。お、どういうこと。俺もともともう完熟やで。完熟、あ、そう、うん、ほら、うん、ラッスンゴレラやってって、池田とダディでダンソンやってとか言われてます。いや、やばいですって。だからそれは多分絵的に困ると思うんですよね。絵的に困る、ハモリ笑う。いや、俺がラス、ダンソンやったら、はい、ニーブラ返しされるんで、絶対JP さんに。そうそうですね、はい、トーマスも成長したって言われてますね、はい、今日は脇大丈夫かトーマスって言われてますけど。あー、ちょっと濡れてますね。濡れてる、はい、トーマス黙れと。夜の時間帯ですね、ニーブラ返し笑う、はい。来週は誰の看板番組ですかって言ってますけどね。砂鉄ですね。あ、砂鉄さん、はい、あ、そう、砂鉄のどうしようかな、はい、タイトルちょっと考えるの難しいな。多いパーシーね。 JP さん、オキドキ好きですかって言われてますよ。オキドキいいっすね、あれね。あ、いい、なかなかに。 JP 先生は大好きということで、叩きどころがあるというか、なんというかね。まあちょっとね、オキドキ見つけたら打ってみてくださいね。来週はあれですね、はい、あの、砂鉄の時期調査ですね。砂鉄だけにね、はい、どんだけへばりつくのかっていうのを永遠と、はい、そうですね、ちょっと面白いけどね、それ興味ある。あ、ババコーンが選手の放送は見てましたかって言われてますよ。いや、もう川瀬の1ミリ姿見たくなかったんで見てないですね。あ、見てないんや、はい、あ、ね、録画データ残ってますんで、はい、あ、ほら、夜景は九州やでって言われてますよ。あ、そうなんですね。広島とかは夜景やからねって言われてますね。結構難しいです ね、はい、言い方あるんでしょうけどね。そうですね、生放送初見です、知事もテンション楽しみにしてたのに残念ですってことで、いや、このコメントね、たくさんいただくんですが、いや、まあね、これ絶対自作自演ですよ。あ、自分。はい、あ、自分か、そうか、そうか、そうです、じゃあいいんじゃない、はい、通報店長ね、ありがとうございますということで、まあ、あの、ちょうどね、あの、移動されたということで、キコーナーエビエ店のね、店長に就任されましたん で、ね、まあ、もしかしたら月曜日の梅北の放送でですね、もしかしたらコラボがあるかもないかも。絶対出ますからね。もう絶対出るでしょ。もう、てか言ってましたもん。もうね、水を得た魚のように喜んでましたからね。ほんまにね、はい、ぜひ、あの、月曜梅北の放送ね、またあの楽しみにしていただけたらと思います。もはやエビエ店来させたろう言うてましたからね、最低、うん、いやいや、もともとね、メインは梅北やからね、あずまさんメインやからね。まあ、でも森口店のね、放送も、ずっと続きますので、皆さんの応援の方よろしくお願いしますね。お願いします。スロー配信邪魔しに来るんか。そうですね、あずまが店長だったら 200% 出るわ。そうですね。あ、来週は、チャラセラの朝までチャラパチって言われてます。朝までチャラパチ、ね、お、JP さん、金来ましたね。やっぱ来てるんですね。辻エル来た相手ね、梅北の店長東なんや。そうなんですよ、辻エルと東さんのコンビで出てほしいということでね。まあ、毎週じゃないんでね、各週の月曜になるんですが、まあ、その中でもね、エビエの配信とかもしかしたらあるかもしれないですね。はい、辻エル見るよ、金扉でね。池田さん、店長変わってどうですかって言われてますけどね。いやーね、また新たな勉強が始まりましたね。まあ、またね、違うカラーがつくんじゃないかと思いますけども ね、はい、まあ、それも、池田さんがね、次店長になった時の経験につながりますんで、ぜひ頑張って、ね、はい、いただきたいと思いますね、はい。あ、JP さん、本丸ゾーンやって言われてますけどね。お、ただ弱いっすね。弱い、ちょっとフォーカスがね、
甘いんでちょっと変えますね。暑いんですかこれ。いやあんまりやっぱり着せる来ないと今回の刑事は、なるほどね。着せるだけで 6,70% 言われてますから、ね、あそうですね。私ちなみに着せる速攻外れましたけどね。あそうなんですね。なんかね着せるだけね出たんですよ。エースとか全然熱くないのね。まあ、うちのあのネギ玉に文句言いましたけどね。なんでネギ玉くんに言ったの。ネギ玉くんね、あのちょうどこの裏の番組なんですけど、はい、あの直営店の放送してるんですよ。それであの着せるだけでも当たりますっていう断言してたから。あなるほど。あの期待してたら普通に外れたんでね。なんか保留玉に SP ってびっくりマークで書いてあります、ね、あ来ました。リーチのスペシャル貼ってる、ね、あリーチかけて、なるほど。これ速攻当ててまうんじゃないですか。早い言われてますけどね、全然エースがわからん。これ疑似連ですか。あ、歯が出たら疑似連。あ、なるほどね、はい、8と7、8と7の図柄か。緑保留になってます。お、そこからまあね、赤以上欲しいですけどね。赤以上緑は結構で相当ガーゼるんで。そうです ね、赤以上欲しい。あ、俺も着せるだけが2回も来たけど外れた。お、ね、一撃入魂。お、疑似連疑似連ですね。お、疑似3連。さあ、こっから来てるやん。さあ、どうですかね。今のプッシュはこっちのボタンやと熱いんですよ。あ、そうなんですか。池田君、はよ当ててーって言ってます、ね、お、任せろ、これで当てる当てる、ネギ玉は乳銀の回し物。そうですね、ネギ玉の乳銀上保留に乳銀って書いてある。え、乳銀って書いてある。うそ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 う、乳銀マーク来ましたね。うっそ、それプレミアじゃないの。保留の下にね、乳銀マーク出ました、ね、はい、あ、来てる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 。おいおいおい、あー池田さんすごない。お前見たこれ。来た。ちょっとじゃあカメラ変えますよ。いいですか。見てるかみんな。いきなりプレミア。よう見とけよ。これアップできるのかな。あ、赤保留。赤保留になったね。え、これ余裕や。保留アップできる。余裕。保留。保留がなんか乳銀ってなってましたけどね。乳銀マークありましたね。下に乳銀っていうマーク出ましたね。へぇー、蝶々やろとか言われてますけどね。いや、蝶々じゃないです。乳銀のマークですね。へぇー、会社のロゴマークです。そうです、そうです。はい、これ今回刑事ね、液晶っていうかスマホ画面って言われてるんですけどね、2個あるから映しにくいんですよね。上下で映しにくいですね。わー、赤の花が簡単やわ。プッシュー、エネゴリすごいって言われてますけどね。強いな。余裕。ほら見ろ。顔かぶらせないでって言われてますよ。ほら見ろ。着せる。言われてますけどね。簡単やなって言われてますけどね。顔面ごとってなんやの。顔面ごと初めて聞いたわ。またこれでも ST 確定ではなさそうなんですね。100回してないよね。余裕す。いや、30回でぐらいですね。でしょう。はい。簡単やわ、ほら簡単や。今第二池田本人が映ってた。見せるな俺。ゴリラ遠隔したから。ここでかぶけるかどうかですよ。 55% すから。いや余裕す。入銀マークでもあれなのかな、 ST 確定ではないのかな。いやいや、プレタンってあるかもしれないですよね。しかしこれからや、うん、あ、これ ST 突入確定ですって言われてますね。入銀出たから ST 入るんじゃない。いや、まあ、まあまあまあ、どっちにしてもいきます。 JP さん、これ獲得騙す、はい、もし単発やったら覚えておいてもらっていいですか。はい、はい、顔ごとやめろって言ってますけどね。乳銀イコールですって。ほら見ろ、今週みんな初当たり早いな。顔が出たりやった、すごい一発でいった。危いた、手前に当たりついた。簡単よ簡単よ。でかい顔ごと顔面狂気すごいって言われてますよ。ほら見ろ、はい来た一発グイ。何勝手に天井ボタン使ってんのよ。こっちみんな当たってますよ。見るわ。あ、これで天が来たら森口1位やのに言われてますけどね。これ JP さんの活躍とかどうでもいいんで。どうでもいいと思う、はい、僕だけ。でも回しとかないと。2人で当てたらその分倍やから頑張ってもらわないと。いや、まあね、僕だけで3万発ぐらい余裕っすわ、はい、なるほどね。どあ、なんか勝手に決まってもうた。続きになって思ったけど、何どれがいいのこれ。昔からある刑事は縄文突破なんですよね。とりあえず 1期。あ、1回目それにしますか、はい、1期掛け。1期掛け。デビさんもちょっと暑かったら教えてくださいね。はい、日曜はただの雑魚やったな。刑事簡単やおって言われてますけどね、頑張って。簡単よやで、これほんま。ST 駆け抜けて終了ちゃうの。あー、それ僕の鉄板パターンですね。あかんあかん、はい、そして ST スルーですね、うん、この引きが俺らと池田の顔の大きさの違いかって言われてますけどね。そうやな。トーマスゲーボー。結局顔でかくなかったらそれできひんからね。顔面狂気は大事。トーマス、ニューギアプレミアムね。この歌の方が多分俺いけるな。
あ、そう、歌で乗馬モード来たよっしゃー、そしてみんなゴリラ、こっちみんな松風疾風ゾーンってやってますけどね。あ、森口が1位になって面白い罰ゲーム作ってほしいわと言われてるんで任せてください。いやもう頑張ってください本当に。 ST 駆け抜けて終了でしょうってやってましたけどね、まあ、その辺は得意パターンということで。伊達に顔でかくないなと言われてますけどねダビスタゾーンですよね。いや簡単やわほんま。縄文突破してと言われてますんで、これ縄文突破したら16ラウンド確定ですんで。あ、なるほどね。はい、頑張ってください。はい、了解です。歌うなゴリラって言われてます。はい、黙れ。はい、ダビスタゾーンです、ね、もう当たったからね、調子乗り放題ですわ。もう調子乗り放題、はい。一応これ音量ね、あの5ぐらいにしてますんでね。おお、赤ホリュー、うらー、これは熱いわ。あ、これ来るでしょ。あ、88に、これ8点かな。あれ、あ、疑似連になってますね。疑似連になってるのか。はい、これ疑似連です。池田やるな、ずっと回ってるようで、実は疑似連ですね。今のところ初当たり26回転でしたねって言われてますけどね。よう見てた、すごいね。あの野崎縄手の配信でも26回ぐらいで当たってるんですよね。なるほどね。森口優勝を目指しましょうって言ってますね。エネゴリパワー、エネゴリパネーナー確定だねと。駆け抜けろ、顔で縄文突破してって言われてますけどね。どういうこと。いやほんまシグマみたいに駆けでかお、デカボタンで一発告知だぜーってやってますね。あれ、これいかない。あら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 あ、あ、池田さん、ケージ当てるのって簡単って言われてますよ。あ、簡単っす。簡単。簡単よえ、ほんま。赤で4ラウンドか。で、ちょっとね、引き弱い。いや、一応ここから昇格あるんで。あ、まあ、ありますけどね。まだわかんない。復活あれやろ、4ラウンドかって言われてますけどね。池田なんて痛いんで。いやいや、これってね、あの徐々に見していくのが、あの池田スタイルなんですよね。なるほど。はい。池田スタイル。うん。池田なんてないさ、池田なんて嘘さって歌ってると思いますけどね。どういうことや。はい。今日50連してた人いましたよ、抜いてくださいねとやってますね。任せろ。はい、キャイケダさん素敵ボーってやってますけどね。これ転落じゃないですよねってね。あの刑事転落はありませんので。はい、何これ。あ、 V、はい、V、 V 入賞ね。はい、池本頑張れとかね言われてますけど。名前誰やね。ね、ツイッターに81連の履歴の画像があるみたいだよって言われてますね。81連ってすごいね。まだまだこれからですね。そうですね。昨日4連続4ラウンドで泣いたって言われてますね。 ST なら4ラウンドでも嬉しいね。そうですね、とりあえず当たり引ければね、なんとかなりそう。そうなんです、復活。あの未来につなげてあげたらいいんですよ。あ、ええー、こと言いましたね、はい、今未来につなげろ。はい、ねえ、本当に今日やったら1ミリまくりますよ、今日めっちゃ1ミリいるよ。1ミリ今日もさ、ずっと大不変ものだけじゃないので、4ラウンドばっかりもきついですよね。あ、4ラウンドだけで僕1位いきましょうか。あ、それすごいね。それ神だろ。もうそれはもうすごいわ。50連戦ときませんよ。そう、50連3割引き続けて50連ですから言われてますけどね、931この台で2ラウンド通常引いて終われって言われてますけどね。2ラウンド通常ないからね、これね、はい。顔魔人さんファイトって言われてますけどね。辻も店長いないし、明日早いからお休みなさいって言われてますけどね。あ、おやすみ、おやすみ、うん、おやすみいや、見に来てくれてありがとうございました。本当にね、ゴリラ喋んな、今玉数見てた。そんなん言うて、はい、後で気になるから YouTube 上がった瞬間速攻見るでしょ知ってるね、もう結果がね、うん、なるほどね。まあ、今どこの曜日が1位か分かるってことで、昨日までの結果ですと、月曜日の伏せ点が2万発でそのまま首位ですね。はい、まさかの伏せ点でした ね、 ね、人気投票というかね、アンケート取ったんですが、まさかのね 0% を叩き出した伏せ&梅北なんですが、なんと今1位ということでね。今月曜日が1位ですよ。そうですね、池田君は森口のナンバー2なんですかと言われてますけど。いや、ナンバーワンですね。あ、ナンバーワン、キャラだけね。キャラだけ、はい、あ、いいですね、キャラと顔面だけはナンバーワンです間違いないね、それね、はいはい。池田優輝君頑張れ、みんな池田さんのこと大好きやからね。あ、白か白、ST、 いや ST 中って歌変えれますかと言われてますよ。あ、変えれますよ。何がいいですか。何がいいかな。まあ、の新曲とかはね、多分 RTC で聴けるんでね、ご希望に添えますよ、ね。池田くんは18歳ですよとかね、池田くん41歳なのって言われてますけど。いや、僕ね、ほんま18歳の子に1回、2年前ですかね、はい、はいはいはい、何歳の、何歳ぐらいに見えるっていう風に聞いたら、はい、41って言われました。本気で。あ、そう、はい、あ、なんか歌、それ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 そうのやつがいいって言ってますね。あ、了解です。あ、てか、なんかメドレーとかありますよ。あ、メドレーもありますけどね。まあ、とりあえずもじゃあそれそれでいきますね。あれ、何やったっけ、名前。
あ、それそれそれ。これね。はいはい。よっさを。男歌。うんうん、男歌。何かわからん。えいえいよーもかけてって言われてますけどね。えいえいよーのやつですか。そうそうそう。あ、歌ってますね。はい、ありがとうございます。トーマさん、この台楽しいですか。ああ、まあまあ今のところね。まあね、簡単やわーって言ってましたけど。ただ簡単な台っていうだけですかね、今のところは。ね、トーマスね、この台楽しいっていろいろ言われてますけど。いけた、天がよりうざいなって言ってますけどね、うざーって。100回転過ぎたしもう終わりからって。あ、緑ホリ浮きましたね。俺のうざさには勝たれへんからな絶対。あ、先読みがちょっとないけど、はい、ちょっと弱い。危ないんちゃう。紫が一番弱いやつ。あ、 RTC 始まっちゃった。ありましたね。あ、これちなみに ST 中も RTC 入るんでね、また演出がちょっと変わるみたいですね。緑ホリスルッと抜けてるやん。そうそうそう、ほんま空気なんですよ。うわ、うっせやかましい。これ全部音量下げていかなかったかな。男男男が燃えるって言われてますけどね。これ森口やっぱ台数あるんで、これ迫力すごいですね。えぐいですよ、ほんまに。おっと、回転と同時ぐらいにこれ流れたらえぐいですよ。えぐいですね、はい、いや、なんか本当にライブ始まったみたいな。まだお客様のテンションがついていかれへんっていうね。あ、確かにね、はい、朝一はびっくりしますよ。そうそうなんですよ。まだ何言うとうかなとかね、思ってる時あるんでね。いや、これ本当全部音下げるの大変やわ。ただこれ僕ホールで聞いた時、あの角田の声に惚れましたね。あ、やっぱね、ちょっと渋いを声してますもんね。本当上手ですよね。いや、ほんまに。いや、歌すごいなこれ。台数多すぎてもう。さあ、やばい、よいよいよ。これ森口店花のケージ台数何台入ってるんですか。40台です。一発手貸しは入ってるんですか。いや、今回ね、ちょっと、はい、そこはあのケージ竜を掘り込んでるんですよね。あの手貸しの方にケージ竜を入れて。そうなんですよ。あの信頼ではもう、花のケージ40台入ってるということで、はい、いや、これ40台ね、音消すの大変やわ。いや、それはね。めっちゃしんどい。おお、すごいねこれ。ちょっとね、今あの台の音消してますんで、ちょっとコメント見れないんですけど申し訳ないです。ちょっと待って、やばいよ ST。 あの40切りましたね。 ST やばいよ。ババコンがしっかりしてよ。いや、大丈夫大丈夫。これね、はい、僕あえて1回抜けさせるっていう裏技なんですよね。あ、そう、そんな裏技なんだ。そうそうそう。で、通常上もう一度満喫してから、はいはい、すぐに初当たりを引くっていう池田理由なんですよ。へぇ、箱もらっていいですか。どうせ通常落ちるんで。落ちるんやん。こっちもちょっと、こっち持ってきてます、ね、ありがとうございます。はいはい。JP さんもちょっと当ててもらわないと。そうやね。はい、森口の罰ゲーム受けることになりますよ。はい、ありがとうございます。顔面休憩早当ててやーってやってますけどね。ちょっと一回落ち着きますわ。あ、落ち着くの。うん、ちょっと止めますね。あと20回ぐらい。うん、やばい。天が早く来てよでね、池田だけじゃ持たないよ。通常に戻ります、あえてね。ゆうきくんスルーするのってやってますけどね。おいおい、ショボレン止まりかよってやってますけどね。まあまあ、これでね、一回ちょっと台を休ませる。そう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 。オカルト来たってやってますけどね。ババコンが頑張ってってね、言われてますけども。はい、森口が罰ゲームになったら JP だけじゃなくて、前で、いや、私売ってませんからね、やらないですよ。手袖引いたらやばくないかって言われてますけど、大丈夫ですね、それは。大丈夫です。ある意味、なんか新しいですけどね、へそで当たるのもね。そうですね。刑事にニーブラ、へそ転落来るか、それへそ回ってるよって言ってますけどね。いや、大丈夫です。はい。その辺もこう乗り越えていくね。乗り越えていくんや。はい。なるほど。オカルトやったことないけど、効果あんのって言われてますけどね。いや、わかんないです。あるわけないやろ。ね、はい、祈るレベルやんって言われてますけど。まあ、一応64分の1か、ST 中。64.89分の1ですね。そうですね。まあ、20回切っても可能性はなくはないと言われてましたけども、まあ、ちょっと実際の数字で見るとちょっときついかもしれないですけどね。あと、このね、16回転をいかに、はいはい、見せつつ消化していくか。そうですね。はい。台休めたら、と言ってますけどね。早速いきますけどね、はい、結局。はい。森口が作る罰ゲームに期待してえねんから、処方やめてやーって言われてますけどね。任せろ。はい、オカルトで当たりましたよ。すごいですね。ST 中でへそで当たって転落したやつ見たよ。あ、それは残念なパターンですね。見たいっすね。今日 ST 入ってへそ1回転で落ちてあぜんとしたってね、言われてますけどね。切ないやつやな、それ。切ないですね。その嫁の MC も罰ゲームらしいよ。それ聞いてないですけどね。でも出しでもすんのかって言われてますけどね。やばい。木曜までの放送で ST 突入してから5割以上駆け抜けてないですかと言われてますけれど、まあ、今回ね、一応 85% 計測って言われてるんですが、まあ、なんかね、この店員さんたちが分からないですけど、引きがちょっといいのか悪いのか分からないんですけどもね、
まあ、月曜日の放送だけで連チャンしたんですか ね, すね。あ、これやばい、あかんって言われてますけど、月曜日で1万8000発抜けたな。僕あれなんですよ、僕あれなんですよ、初当たりの鬼なんですよね、はい、それあかんやんST に関してはデモ出しするようになって、10連超えが増えましたっていうね方もいらっしゃいますね。うーわ、オッケー、JP さんこれ覚えておいてもらっていいですか。1428です、ね、はい、あの数だけね、あの連チャンはあの前のお客さんの回数になってますんで、出玉だけ1ビッタからやろ、めっちゃ言われてるやんお前ですね、1428ね、1428、2連チャンですね、はいはい、初当たり入れて2連ですね。はい、まだちょっと再開も脱出できてないんで頑張ってくださいね。いや、まあまあね、こういう見せ場を作るのが僕の仕事なんですよ。そうですね、はい、そうなんよ、駆け抜けちゃうのに、まだ時間ある、残念、終わっちゃった、抜けた、おめでとうと、オカルトも遠隔や、あ、オカルトも遊戯のうちだと思ってる、そうですね、あかん、そうなんですよね、池田君頑張ってよって言われてますけどね、任せてくださいって、多分ね、ST にこう弱い人が多いんでしょうね、多分あのはい、配信入ってる人はね、苦しい言い訳や、ね、池田は池田に生まれてきたことが罰ゲームって何がわかんねえはい、じゃあね、あのまた2画面に戻しますんで、はい、JP さんもね、もうちょっとだけごめんなさい、右寄ってもらって大丈夫、はい、すいません、カメラもうちょっとだけ、あ、またちょっと振り出しに戻っちゃいましたんで頑張ってくださいよ、お二人とも、はい、頑張ります。あれですかね、不正はどれぐらいのタイミングで初当たりも当たってたんですか。25分で、はい、まずあの VOK 西村さんが当てて、はいはい、もうさ多分三十数回転で隣の、あの茶道伊藤さんが当てて、ほうほう、そっからも出っ放しみたいな感じ、出っ放しでした、はい、そっか、まあ消化自体はね、右打ちなんで早いと思うんで、やっぱり当たり引いて ST ではね、 V 角入れるまではちょっと難しいかなと思いますけどね。そこなんですよ、そこ池田じゃダメだ、わらってやってますけどね。先週土曜日森口行ったよって言ってくださってますね。 ありがとうございます。ありがとうございます。池田さんとかね、いらっしゃったんですかね。来てください、もっと、ね、遊びに来てもらったらね、はい、池田さんいますんで。そういやね、はい、正月明けにお伝えできてなかったんですけど、はいはい、年賀状届いたんですよ。あ、はい、そうなんですか。そうなんですよ。視聴者の方ですか。はい、視聴者の方から、ありがとうございます、本当に。でめっちゃありがたいわーって呼んでたんですよね。はい、じゃあ一番初め気づかなかったんですけど、はいはい、嬉しすぎて僕の引き出しに入れてて、もう一回見たときに、はい、2012年の送りつけできやがったんですよあ、年賀状が何年前のやつ残ってた在庫俺に送りつけとんねんっていうねいやでもそれはちょっと、いやでもね、お気持ちが嬉しいですけどもね。また緑来たね。デスレター、面白かったわ、あれは面白かった、あまりもネタ分かってる、ちょっと気づかれへんかったっていう、ね、不良在庫消化、おもろいわ、わらわらってますけどね、はい、池田くん、ニコちゃんも応援してるよって言ってますけどね、はい、1ビッタからや、やっぱガロやな、さすが森口の引きやなって言ってますけどね。そうですね、安定です ね、そもそも駆け抜けるようになってるんだよって言ってますけどもね、まあ、この辺は本当にあの ST ってちょっとね、本当に波荒いんでね、 85% って言われてもちょっと正直ちょっと分かりませんけどもね、まあ、一応当たる確率としては収束されてますんでね、うん、85% は何だったのか、1428、1428って、ね、甘いやね、多分ね、はい、思うんですけど、はいはい、最近携帯アプリの実況パワフルプロ野球のサクセスにハマってるんですよあ、そうなんですか。その時にね、はい、練習で怪我率が 15% の乗り越えまくってるんで、はい、あ、そう、それの収束が来ましたね。薄いとこ引いてるんですねそうなんですよねあ、なるほど、さすが 15% ですね。そうなんですよ、初当たりの鬼ってそれで日曜が4200発やぞって言われてますけどね。初当たりばっかり引いて4200でしたね。じゃあ初当たりのみで1位いきますわ、もうね、真の確率を追求する放送って、ね、ゴリラっぽい人っぽい人が多すぎるって、やっぱ金色やな、発祥感も甘いやな、残りの電柱放流で当てろって言われてましたけどね、もうちょっと通常に戻りましたね。そうですね。あ、トーマスおはようって言われてますね。おはよう、おはようございます。寒、終わっちゃった。池田は池田に生まれてきたことが罰ゲームやろうって言われてますけどね。それさっき俺呼んだやつやありがとうございますメーカーの数字なんてどうせ嘘でしょってことでね、まあ、実質は 84. 点なんぼって言ってましたけどね、継続率、まあ、一応社保入社85っていうふうにね言われてましたけど、いや僕からしたらあんな継続率 2% っすけどね。 2% 、はい、ほらほらディスるな池田君処分ね、苦しい苦しい言い訳、初当たり引く方が難しいと思うけどなって、いやそうでしょう、
そうなんですよ。390分の1をね、初当たり4回も5回も引けるのが逆にすごいですけどね。そうですよ。初当たり引いて僕速攻で格言ぶち込んでるんで 43% をまず引いてるんですよ。そうですね。でその後に 15% 引いてるっていうね、はい、鬼引き。さすが一等身池田と言われてますけどね、はい、今日の初当たり7回中 ST 突入5回うち3回駆け抜けたって思いますけどね。大変ですね。これは完全にあれですね。まあでもまあ5回当たってまあ3回ぐらい ST 入ってそのうちの1回爆連してくれよっていうこう願いになるんですかね。これ完全池田よりですね。池田よりか、はい、ちょっと残念やと思ってますね。遠隔してくる。先週土曜日森口行ったようでね、ありがとうございます。天が早うでね、池田はこんなもんやなってやってますけどね。まあ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 序盤はね、序盤はね、うん、まあスロースターターらしいんで、ね、やっぱこう皆さんを楽しませるためにこう、はい、知り上がりにね、はい、やっぱ後半になってきたらトークもおもんないじゃないですか。おもんないんや、うん、あ、キレ下がっていくんや。そうなんですよ。あ、そう、池田さんそんな感じしないけどね。ですよね。そう、言わしたかっただけでしょ。そうなんですよね。はい、ちょっとトーク頑張ってくださいよ、はい、やっぱマックスは天下さんに期待やな、池田くんじゃダメだわらって言ってますよ。いや、天下なんか知れてますよ。知れてる、はい、で池田、あの天下さん、なんとあのマックスめちゃめちゃ強いんですけど、アマデジが弱いっていうね。これ緑ポリューめっちゃくるな。そうそう、緑ね、青り結構多いんですよね。しかもガセるときありますからリーチとか。なるほど、まあ、緑でもやっぱり展開次第ですかね。キセル来たりとかリーチよく強かったら、まあ、それだけで変わりますんで。そうですね、はい、初めて見たけど池田って人がダメっていうのはよく把握しましたと言ってますけどね。なんでやん。ダメじゃないけどね、はい、マックス天が早う、天が早く来て、天が来ないとマックス無理、池田君頑張ってけど放送中だから静かにしててって言ってますけど、ね、あ、了解です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちなみに主任シールできましたかって質問来てますけど、まだ納品されてないんですよね。もうちょっと待ってほしいということで、まあ、ね、だんだんギジ3連、お、ギジ3行った、はい、お、赤赤、おい、お、またエフェクト来てますけどもね。ほら、もう簡単やわ。緑保留から金、お、金、まあね、ケージの金もちょっと空気扱いになってますからね。赤ボタン、赤ボタンチャンス、あ、これいいですね。これケージカットイン 60% ぐらいあるらしいですけど、お、お、おちょうわら、すいません、池田さん、はい、ちょうわらアウトということで、関係ないですよ。いやいや、関係ありますよ。関係ないですよ。池田くん、池田くん、ちょっと池田くんって、みんなちょっと待って、ちょっと待って、お、お兄さん、アウトって言ってますけどね。もう間違いない、これはものだね。見てる、みんな、ちょっとこの、はい、カメラ切り替えますよ。初当たりがね、アウト。ほら、見ろ、初超薄い。いやね、今回あんまり調和がね、出にくいから。キセル、お、キセル、すげえすげえ、サブエクションでキセル来た。かっこいい、かっこいい、見てるで、ラッスンゴレライテなんですのよ。はい、超すごい、さすが池田くん、ありがとうございます。池田くん、ミッション失敗とかやるなぁと言ってますね。関係ない、そんなもん。1位だったら関係ないんな。遠隔でね、下キセル来た。トーマスアウトって言ってますからね。俺、ほんま見せたがりやなぁ。ねぇ。これもう一回駆け抜けるやつやな、これ。いや、そもそも ST 入るかどうか分からへんよ。そう。いや、もう。下キセルって確定って、キセルでボタン押して、下のキセルってプレミアじゃなかった。あ、ね、そうな。今日、蝶柄保留で外した。俺見せすぎやろ。保留キセル確定ってやってますけどね。え、何押され、今あれね、ボタン出なかったね。出なかったね。キセルは ST だぜ。池田くん、あったかいんだから松浦風に歌ってってやってますけどね。松浦風に歌って、あったかいんだからって何ですか。あったかいんだからのやつでしょ。クマムシですね。はい、あ、歌っていただいてね、はい、すげえな。え、下キセルって ST 確定なの。いや、それは聞いてないな。なんか確定の人いてますけど、ちょっとわかんない ね。池田さん信じてるからって言ってますけどね。信じてますね。あまりもネタわかってるってね、言われてますけど、はい、森口とか花博以来行ってないって言われてますけどね。どういうことやねん。いや、じゃあそれ以来なんだったら遊びに来てください。すごいセンス、はい、送ってもらっただけで嬉しいと思わんのかって言われてますけど、いや、嬉しいって言ってましたけどね。じゃあ何がですか。あれ、年賀状、年賀状。ああ、嬉しいですよね、在庫処分、はい、過去からの手紙もらえただけありがたいと思いね。まあ嬉しいですよね。たまたま見たら2012年やったっていうね。そうですね、オチがついた、ね、面白かったですよ、ね、でも 85% 何の話や。 15% はいける。 20% があかん。あ、やばいんじゃこれ。あれ、あら、かぶきませんか。あれ、かぶきませんか。やばい、アウティ。ここでいけないと多分 ST はない。ラスト昇格ないの。ない、アウト。じゃあ JP さん、これ出玉だけ最後覚えておいてもらっていいですか。え、でもなんか最後にいってるみたいなないですか。いや、 V 開かないと。そうそう、 V 開かないと入らないんで。 あらら、誰だよ、下キセルで ST 入るとか言ったやつって言ってますけどね。まあまあまあね、その辺はね、もう
皆さん混乱しますので、はい、知れ物じゃとやってますけどね。まあ、こうやってね、初当たりで僕はランキング1を狙っていくっていうね。初当たりでね、はい、荒ぶったスタイルでいきますわ。なるほど、わかりました、はい、これ大体あれかな、800発ぐらい、896かな、896ですね、896、わかりました。はい、まあでもあの時短で引き戻すと全部 ST 確定ですんで簡単やな、ほんじゃ頑張ってください、うん、896ですね、はい、はい、いやでも初当たりね、やっぱりどこの読みも一応引いてるんですごいなと思いますね。池田さん、初当たり何回引きたいって言われてますよ。とりあえず 50ターンぐらいかな。50ターン、はい、じゃあね、またちょっと2画面戻しますね。85連チャンの YouTube あったよとかね、言われてますね。やばいな、ね、この台何待ちなのってことで、今池田さんがね出した蝶柄とかキセルとかね、あの刑事 あのカットインみたいなのが出ると熱いですね。蝶柄とか出てないですよ僕。え、あれバッタでしたよ。はい、そんなん採用するか。新しすぎるわね。え、池田さん最近モンハンやってますかと言われてますよ。モンハンね、ちょっと最近まあまああんまりできてないです。ちょっとパワープロにハマってしまったっていうね。あ、そうか、そっち行っちゃったよね。ただ、はい、前まで笛使ってたんですけど、はい、あのチャージアックスってやつがおもろすぎて、はい、もう最近それで暴れ回ってますね。暴ってる、はい、まあ、最近はちょっとパワープロに夢中ということで、ね、そうですね。金曜日に春日で44連したんですが、5万4000発は多いですかって言われてますけど、44連で5万4000発いや十分でしょ、うん、ライトミドルですよね。継続率とかさすが一等身いけど、継続率 2% って言われてますけどね。続かなければどうということはない。放送を見てると継続 60% くらい、初代エヴァと見てるねと言われてますけどね。まあ、放送だけでね見るとそうかな。ST なんて嫌いや。トーマスさん、また手紙送るね、過去多分って言われてますけど。あ、また、はい、お待ちしてます。お待ちしてます、はい、ありがとうございます。え、僕はカマキリ柄出ましたよという人もいますよ。ほら、バッタ食べるゲームですね。プレミアやな。プレミアですね、はい、400分の1引けて84%引けないっていうのがよくわからへんって。そうですね、6万投資で15連して400円勝ちのクソな時給やったわ。いや、お疲れ様です。降水確率 84% やったら1日雨やで。そうですね、エヴァの ST80% も2連しかしない。まあこれはね、もう本当に人の引きなんでね、うん、俺イモモ柄出たとか言ってますけどね。イモモ柄、イモモ、あのイモリ、イモリ、ヤモリ。あ、なるほど ね、レアですね。レアですね、それは。天が肝心な時に弱そうだから今日は無理そうやな。どうですかね、はい、ST なんてないさ、 ST なんて嘘さって言われてますけどね。さっき来たばっかりなんですが、森口の新店長はってことで、森口のね新店長本当は今日出るはずだったんですけども、ちょっとあのお仕事が多忙ということで、ちょっともうちょっと落ち着くまで待ってほしいっていうふうにねおっしゃられてたんで、ちょっとお待ちください。あと準備期間中なんでね。そうなんですよ、はい、ちょっとお待ちいただけたらと思います。普通にこれ議事さんで外れるで、ね、熱い池田くん池田くんってね言われてますけども、まあ、 あの見事に大当たりしたんですが、ちょっと ST には入らずという感じですね。ほら、引き戻ししてくれるかなと言われてますんで、ちょっと頑張ってください。任せてくださいよ。一応の ST 突入率ですね、時短引き戻し確率込みで言うと 65% らしいんですよね。私もちょっとその辺が分かんないんですけど、まあまあ 10% ぐらいなのかな、時短的に引き戻し率。あ、そうですか。なんか見ましたけど、時短中はやっぱりキセル予告が出るとね、この時も激アツというふうに聞いてますんで、俺フェイスオブ池田出たと言われてますけどね。そんな台あるんだね。はい、超すごいね、さすが池田くんってね言われてますけど、池田が走ってた、キセルは ST だぜと言われてますが、ちょっとね ST ではなかったですね。はい、JP さんも頑張ってねと言われてますよ。ST 入ったらダディとチェンジで JP 流行ってる。池田のキセルはマンモス並みと言われてます。デジハネッカ、池田くん今度は16ラウンド見せてねと言われてますけどね。そうですね、ちょっと見せたいですね。はい、ボインで下キセル ST 確定ではないよ。ホールでこの展開はまあ嬉しい。次こそはね、サブマリンとシハルはどこですか。今日お休みですね、確定じゃねえのかと言われてますけどね。今日5で当たって、昇格演出で赤ボタン来て7に変わったけど珍しいと言われてますが、まあ、赤ボタンチャンスアップですしね、まあ、あのへそからも一応、7直撃あたりありますんで、はい、まあ、あのおめでとうございますって感じですかね。だけど、まあ、16ラウンドないんですよね。あ、そうですね、はい、実質、7と4だけ。そうですね、はい、まあ、ST は確定ということでね。あららざん、下キセルは、プレミアだよって、ね、言われてますけど。何これ、何か激しいよ。お、激しい。7点はもう熱いですけどね、まあ、それはなかなかですね。ダディ大移動しようかと言ってますけどね。視聴者コメント6割はネタだ、この間も入ってなかったぞ、ネギ玉じゃねえかと言ってますけどね。ネギ玉くんね今日ちょっと仕事ですけどね。
ネギ玉くらいの信頼で時短始まったらへそ消化、まあ時短で頑張ろうってね、引き戻しに期待します。 JP さんも仕事しよう、まあまあ、あと13回転ですけどね、あ、はい、早いね、早い、スルッと関西ですわこれも、スルッと関西、はい、いやうまいこと言いましたけどね、ただ時短で当たりにくい009と同じで、まあ、やっぱりマックスですからね、390分の1を、時短100回で当てるのもね結構至難の技。お、JP さん赤文字ですけどもね、ちょいチャンスぐらい、ちょいちょいチャンスぐらい、鳥は青なんだな。お、池田さんの台ちょっと荒ぶってますけど、荒ぶってますね、リーチなればね、赤保留になりました。お、赤保留リーチ、あ、これどっちも一応チャンス弱いですね。 JP さん、キセルがないね、キセルがない、まあ、多分行くとこしょぼくて、お、一応リーチ行きましたね、トーマさん、なんかしょぼそうですね。おっと、二人ともワンチャンあるんじゃないと言われてますけどね、まあ、ロングは行ってほしいけどね。お、何これ、このボタン、それが出れば熱いですね。びっくりした、これでも赤フォルにしたらちょっと弱すぎますよね、演出が。学体さあどうですかね。お、赤字、赤文字、あ、一応チャンスアップですね、てますね、右、はい、いや、なんか JP さんの赤フォルはちょっともったいない気しますけどね、なぜ出たのかよくわからない感じ、遠隔ミスった感じ、ないねーって言ってますけどね、どうですかね、ないないってね言われてますけど、バッタガラこれで俺当てたら神やろもう。まあそうですね、それは間違いないね、ゴッドオブトーマスやろ、ゴッドオブトーマス、あー JP さんないわ、カットインも弱いね、50ターンいけば優勝やな、池田見せへんわ、池田は最近フィールドで吠えてたよねって言われてますけどね、フィールド、なんかサッカーとかかな最近、お、あー、おカットインないね、ちょっと弱い、JP さん今何回転ぐらいですかと言われてますが、今ね、ちょうど300、おー、当たった、いや、すごいすごいすごい、おめでとうおめでとうおめでとう、強いわ、え、ごめんなさいごめんなさい、なんで当たったん、ビクトリー、うおうおって言われてます、ほら見ろ、え、なんで当たったん、なんで当たったん、 SD 確ですね、はい、SD 確定です、簡単やわ、ほら、遠隔来た、当たってますよね、ほんまやばいわ、俺ババコカすげえすげえ、池田君やるやん、神になったな、うおーって言われてますけど、ほら、ゴッドオブトーマスのな、これもらったな、やっぱ一命通点、信頼できるって言われてますけど、あ、さっきのあれか、8点前の予告かな、遠隔ですね、知ってた、あ、まあ、レジやゴッドオブトーマス、これコメント分け始めてますね、池田さん、またリアルで勝てなくなるよ、3回目の初当たり、ババコーム、池田簡単よって言って、簡単よありがとうございます、つこうたな、これデモ機ですか、そうですかって言ってますからね、いやほんま神やわ俺、リアルで大負けフラグやなってね、まあこっからですよね、もういやここで、やっぱニコ生で出して、はい、プライベートでボロ負けするっていうこの池田スタイルはね、貫き通すっていう、ね、やるにはババコンが、こっちかぶき物ですわ、ほんまかぶ、かね、かぶいてますね、かぶいてますわ、ゴッドじゃなくてドットかよ、ゴリゴッドをね、お前1ビったら ST 抜けるぞって当たり早すぎてクソ、いやもう1ミリまくりますよねえ、いややっぱりエース、ね、これ時短で引けたんはやっぱ大きいですよね、はい、負けじと1ミリますからね、僕は1ミリってるな、え、刑事もうアマ出たのって言われてますけどね違う違う、アマじゃないよ、こっちみんな見せる男いけない、全然ダメだ、 JP さん今日ちょっとやばいね、あかんわこれ、俺のこのもうまだ50分で初当たり3回っていう、すごいすごい、一番早いかもね、まだこれさっき の, じあの時短にあ分かってます分かってます、はい、抜けた時にカウントすればいいですね、よろしく、1428足すこれですね、そうですね、はい、いやすごいね、熱海戦は泊まり込んだ番組 JP さん移動じゃん、熱海戦はぼやいてますけどね、池田ゴズガラに似てる、池田さん悩みありますかと言われてますけど、ね、悩み続かないこと、はい、そうですね、はい、エヴァ先週43連しましたという人もいますね、すごい、トーマス柄出たよ、ね、引き戻しできるかなってことで見事できましたね、簡単やわ、俺は何か柄見たよ、何か柄ってないやろ、今度来た新店長悲惨だね森口って言ってね、まあ罰ゲーム大変そうですけどもね、罰ゲーム 100% 受けないとあかんからね店長で、そうですね、池田君店長なりやと言ってますけどね、いやもっと勉強します、もっと勉強する、マジレスありがとうございます出玉だけ見ると北斗や刑事よりエヴァセブンあたりの方が良かった気がするとかね、資産ってどうして大変だから 20% もあるのか、 ST へそ落ちみたいなね、今のところ最下位何発なんですかと言われてますが、ちょっとだけね成績表出しますよ、はい、そうですね、最下位は一応4236玉ということで、まあ、一応初当たりは、どのチームも引けてますよね、まあ、ただ連チャンがやっぱり3連とか2連とかちょっとしょぼい感じですんでね、ほんま強いっすね、頑張っていただきたい、神でしょほんまに
ね、ハゲーズ LINE の候補者ありますよね、当たるときは当たる。そうですね、これ木曜最下位あるで、誰移動しよっかね。だ3あたりは ST 突入率高い気がしない、ね、2人ともワンジャンルよ。あのラッシュのトマスに SD 当たった、はいはい、ラッシュの種類を変えたんでね。お、あ、歌舞伎ラッシュ、歌舞伎ラッシュの方に変えたんで、これなるほど、はい、じゃあちょっと頑張ってもらって。池田くん、セイララーしてって書いてありますけど、あのちゃんと暑い時に行きますから。あと1回大当たりしたら最下位免れます。甘いですか、はい、お余裕っす。あ、やっぱりリーチかかった時点で激アツやわって。そうですね、時短はそうですね、おい不正すんなってね、時短マジック、あるいはゴッドオブ931って言われてますね。それただただ臭いだけやん言われてますけどね、回線悪くなったり当たってた、ちょっとですね、ババコンがやったねって言われてますけど、トーマすげえ棒ってね、池田なんかしてるやろ、リアルで大負けフラグ来た、初当たり記録狙えるって言われてますね。いやーほんとすごいね。今初当たりランキング誰なんすか。ね、一応野崎の、中村さん主任かな、中村主任さんがいるんですけど、はい、その方が多分初当たり 5,6 回引いてるんですよね。マジで。ただでも連チャンがほとんどしなかったっていう、最高2連っていうやつ、ね、そうですね、ウニーってね、昨日のネタ多分同じ道たどりますね、僕。いやいやいや、頑張ってくださいよ、森口マックスに定評がある森口ですよ。まだあと4回ぐらいは初当たり引ける気がする。あ、なるほど、金文字とか文字やったね。そうですね、ビバビクトリーウィーンって言われてますけど、やるやんババコンがってね、言われてますけど、ケージャーも出たの、ゴッド池田勇気コンベネット、池田見せるな、今から5分だけ調子乗ってもいいぞって言われてますけど、はい、5分間調子乗って終わります終わるんや、見せる男池田、池田君お上手。今日店長が出てないのは遠隔やるためか、違いますね、そんな台打ちたい、刑事にハマってプライベートで大負けフラグやな、ね、どうですかね、これで最下位はないなってことで、あと1回出ればいいのか。まあでもただ安定のもう80回40回転で抜けてますよ。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫ですよ。なんかおるよねってね、1台は出てもう1台は全然出てないってね、言われてますけど、これはもう完全に本人の引きですんでね、申し訳ないです。最下位曜日回避、JP さんが普通だよ、池田が異常だよと言われてますけど ね、まあ、ねダディ頑張れ、はい、あと1回当たったら最下位回避、 JP さん大変えよう、ダディ池田勇気君見習って頑張って当ててと言われてますけどね、池田さんの引きが強すぎるんやね、これ顔がでかい、こんな当たったでしょ。そうですね、なかなか、いやどの曜日の放送も見ましたけど、初当たり引くの早すぎるから本当に初当たり率はトーマスが今ナンバーワンやでと言われてますね。確かにこのむっちゃ短時間でめちゃめちゃ当たりましたもんね。でしょ、出てる隣が当たる気しないの分かるってね、2台とも続いてるって一度もない ね、 ね、 JP さん今何回転ぐらいですかって言われてますが、あの多分開始から300回転は続いてますね。あ、300、はい、いやもうちょっと当たってないんです、あの数字的には529なんですけど、はいはい、そうですね、はい、いやまだちょっと、まだでも時間ありますんでねはい、君は神になるつもりか、ちこされんちゃんを、トーマスさん夜の方の ST どうなって言われてますけど、夜の方の ST はね、はい、やっぱあのまず ST さん行かないですね。ST 行かないよ、はい、切なすぎるわ池田君セイラないし、はい、両代が ST 中なのってないよねってことでね、いやー、ね、お見せしたいんですけどもね、ゴッドオブトーマス&バッドオブトーマスって言われてますけどね。そうですね、アンドアンドって神の顔と悪魔の顔を持ち合わせ、お、来た、お、来た、これはモロだね、モロってくださいよ、モロ立ってくださいよ、セイラない、お、ちょっと弱い、これ赤の上の金があるんですよね。あ、でも赤でもね十分だと思うんですが、十分だと思いますけどね。お、なんか、あ、あ、これ当たりです、おめでとうございます、プレミア出ました、顔が簡単やわ、おお、トラ来た、ウニウニって言われますけどね、日曜日僕なんか今日見せすぎじゃないですか、いろんなもん、 いいね、プレミアも2回出てますね、3回か、やるな、どうや、おめめってですね、トマス、はい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 、2900と1400だからもう最下位回避したんじゃないってことで、この辺りでも、はい、回避しました。かっこよすぎ、池田さん抱いてくださいって言われてますよ。いやー、抱っこしましょうか、抱っこする、はい、じゃあ森藤来てください皆さん、これが顔面表記、おんぶやったらいいですよ、おんぶやったらいい、はい、おさへんのかい、いや見てなかった見てなかった、はい、JP とマイマイが変わったら何回転でかかりましたかってことで、池田さん最初も結構早かったですけどね、はい、26回転やったみたいですね。あ、なるほどね、はい、あともコンスタントに初当たり、これ3回目か、これマジで1位狙いますよ言うてテンション上げてくれてるからで、ありがとうございます、ちょっと頑張りましょう、931日曜の5回じゃない、ウニ前目の方がありそう、今来たんですか、どんな調子ですかってことで、今打っていただいてるトーマス池田さん、なんと初当たり3回もこの時間に引いてましてね、あと時短で引き戻しが、ありまして、今ちょうど3年目ですね、ちょっと頑張っていただきたいですね、
931JP ウニって叫ぶと連チャンするよ、まっちゃん呼んできて、さすがですラッキーってな、ウニウニ、池田君はよウニって叫びながら売ってと言ってますけどね。門真駅から出てる送迎バスの朝市何時から出てますかって質問来てますけど、池田さん、はい、聞いてないねこれね、はい、送迎バス朝市何時って言われてますよ、門真駅、あ、これ、あ、保留連、保留連、保留連すごい、はい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 、保留連来た、見せる男ちゃうわ、強いな、池田よかったなって言ってますけど、保留連マジすげーと超って言われてますよね、見たみんな、すげー、連連だ、すごーって言われてますね。ちなみにこの保留連は16ラウンドの、濃厚ですね、ですね、16ラウンドがのあたりが保留の4つの中に入ってれば、キセルが出る可能性があると。いやさすがドンキーコング、池田やるやんって言ってます。俺ちょっと見せ方やばすぎへんこれ、いや、いきなり来ましたねこれ、いやちょっとやばいわ、いやいいね、こう刑事の爆連パターンじゃないこれ、頑張って、超余裕っす、じゃあ俺こんなところで引き使ってる場合ちゃうねんね、プライベート爆死確定って言われてます、ほんま確定やでねえ、いやですね、ちなみにあの門真駅からの朝一のバスの時間わかります、池田さん、あのお伝えします後で悪いな、ちょっと調べてきますね、はい、あ、トラフスマも見せてって言われてるんでね、頑張ってください、了解です、池田明日から大変やなと、ね、口でホラ返すると当たる、はい、今日の池田くん、池田勇気くんはかっこいいってね言われてます、ね、今日だけね、はい、今日だけ、ね、今日だけはちょっとかっこいいって言わせてください、そうですね、いや素晴らしいですよ本当に、ありがとうございます、はい、じゃあちょっともうね池田さんこれ2万発ぐらいいけるんじゃない、やっぱね一人でもこの放送を成り立たせるこの引きっていうね、ねかっけえよって言われてますけどね、かっけえ言われてますよ、どれいきます、どれやっぱ歌舞伎型やな、やっぱり、あ歌舞伎型、うん、まあ歌舞伎もんですもんね池田さん、ね、はい、池田は早いけど何回でもできる、かっこ意味深って言われてますけどね、保留すぐなくなる、ね、はい、時短引いて ST で落ちる、被弾のアリアという台があってな、スルーの匂いがするってね言われてますけど、見事大当たり、ボールペンのメーカー、マイマイと交代したらマイマイの引きすごいしってね、ありがとうございます、399引けて、おおトラフ様ね、これあの保留連確定ですんで、はいはいはい、来ましたね、399引けて64引けない罠、もう無理、俺ならもう左打ちしてる、歌舞伎ごめん、歌舞伎ものね、でもこれこの保留やったんかな、ソウロ池だって言われてますけどね、いや僕 ST 機ですから ね、 ね早いですね、僕ストック機なんですよ、ストック機、あストック機、はい、貯めれば貯めるほど、はいっていう感じですね、トーマス歌うまいって言われてますけどね、はい、JP さんそれが普通だから大丈夫だよって言われてますけどね、はい、池田くんなんかちょうだいって言われてますけどね、はい、明日は朝一刑事打とうかな、打ってくださいね皆さん、これ当たりの保留入った時点でブルブルくるってね、確率入れ替わってるレベル、64のが引くのが難しい64の、いやすごい顔、説明早当てて、池田君一回保留全部消化してタイミングずらし打ち始めてね、おう、うにうに、おう、やるな、箱が間に合わん、もうこれでどうやろう、3位ぐらいはいけた、箱が間に合わんわ、2位ぐらい、50箱ぐらいいるかな、50箱あ、めっちゃ持ってきてるごっそいってる、ごっそいってるあ、JP さんちょっと右打ってあげてもらっていいですか、あの、あの池田さんの前、いけます、間に合った、間に合った、1ビルはって言ってますけどね、これでまあ1428とす、まあ5000突破なんで、まあ一応今のところ6000弱ですね、6000発、はい、これでも僕ちょっと男前すぎたことやっていいですか、どうぞ、あの1位確定するんじゃないか次でみたいな時に、はい、あえて V 入賞ぶち込まんっていう最低あの真の歌舞伎ものになっていいですか、最低、歌舞伎ものすぎるな、ああそう歌舞くんや、でもその辺はお任せしますけども、いやその真の歌舞伎ものはほんまかっこいいですよね、そうなったら池田くん50箱でも足らないよあかんてで、池田この後やること分かるよなって言ってますけど、ね、それいいねって、それはわらわらって言ってますよ、歌舞くなーって言ってますよさすが歌舞伎も歌舞かんなーみたいな、ね、かっこいいぞそれは、石ビルないけど、はい、でも時短で引くから余裕や、そう、ね、池田調子に乗ったからこれで終わりやわって言ってますね、はい、歌舞くねセーラーない、それで引き戻したらかっこいい、 ST 抜けそうな時は奥義デモ画面戻ししなはれや、はい、歌舞くなら歌舞伎通せ、かぶってるねーって言ってますね、俺たちは池田に罰ゲームを作ってほしいんやって言われてますよ、任せてください、じゃあこれはやっぱり1位狙いってこと、いやほんま1位への布石ですね、もうそれは白子、ね、この回で終わりですよ、それで抜けなかったら罰ゲームですね、 ST 中左打ちでもいいんやでって言われてますけどね、これ多分トーマス池田の最終回ですね、これもなんでやねあの番組は変えといてください、あそう、あのトーマス池田の最終回、
ビリ回避でね、いわゆるお松田、結局この人を笑わせることできなかったなってね、言われてますけど、ジャイアンやめろ、池田のキセルは30センチ、ほら、森口1位期待してるよって言われてるんで、ちょっと頑張ってください。任せてください。トーマス君、隣のマスコットにカツ入れてって言われてますけどね。あ、隣のマスコットも、はい、帰ってもらうと大丈夫なんで。はい、池田よかったなって言われてますけどね、池田ちゃんと画面見ろって言われてますけどね、超余裕っす。これは1位にマジ期待できるやんと言われてますけどね、やらないけど、あとさらに5分だけ調子乗っていいぞ。はい、何回でも調子乗りますよ。あ、5分上乗せチャレンジですね、これね。あの5分の ST。 そうですね、あのその分調子乗れるっていうね。そうそうそう、ここで全ての運使い果たしたってね、プライベート爆死。とりあえず京都のショー僕クリアしますわ。あ、分かりました、うん、そうですね、クリアしたらあのスペシャルエンディング出るらしいんでね。あ、そうなんですね、頑張ってください。なるほど、これ明日交通事故にレベル、あ、合うレベルや、池田明日から大変と、ね、言われてますけど、0.4 円でもいいから換金したいなって、ね、無理ですね。天がまだ、お前池田なのかって言われてますよ。本物ですね、これよく見るとはめ込み画像かなと言われてますけどね。天がと JP 早く交代して一回通常に落としてから当てる作戦成功してるやと言われてますけど、ね、そうなんですよ、ありがとうございます。トラフスマ出るよ、出ましたね、池田からオーラが出てるって言われてますよ。やばいですか。はい、やばいらしいですよ。覇気出てます、覇気出てるみたい。よかったよかった、本当にこれで20連したらバケチャレしてくれるって言われてますけどね。バケチャレってなんすか。アイスバケツチャレンジのことかな。あ、全然しますよ。あ、する、はい、あ、そう、20連したらね、 OK です。わかりました、かっこいい、惚れる。池田調子に乗っていいよ。 あれ JP さん、刑事やめてジャグラ打ちに行ったんって言われてますけどね。ジャグラちょっとね、今電源切ってますけどね。スジェルも大喜びやね、池田あったかいんだからって言われてますね。ドリームジャンボ打たしてきます、 JP さん。あ、わかりました、はい、ね、あ、ビンゴでもいいんじゃない。池田調子乗ってボタン押し忘れんなよって、ね、いや、そうなんすよね。ババア来た、バスの時間教えてよって言われてますのでね、これまたじゃあもうちょっとお待ちください。池田左打ちにしろ、池田方こっち見んだ、トーマスやるや、ババコンが笑うな。池田君一人で最高で玉いけるかもねって言われてますけどね。そうですね、ちょっと頑張ってもらいたいですね。楽勝ですね。池田1ビルはビッグフェイスオブ池田って言われてますけどね。1ビルは前から分かってますね。池田パンコシロ、そんなにたくさん持ってきて出ないパターンやなってね、爆連パターン入ってるわ。池田調子乗ると終わるで気をつけろってね、言われてますけどね。いや、僕そういうタイプなんですよ、調子乗るだけ乗ってそこ終わるっていうタイプなんですよ、はい、もう。だからあかんやんそれ、はい、ファーファーしてきたらってね、言われてますけど、今の非現人のパクリですよね、通報しました、あかんって。池田この後やること分かってんなって言われてますけどね。スジエル見てるって言われてますけど、今日は見てないんじゃないかな。見てないっぽいですね、はい、多分見てないんじゃないかな、はい。そういうことやるような参加する他の曜日を侮辱してる行為ってね、言われてますけど、まあこれはあの池田チャレンジなんでね、この回で終わりそう。それで抜けなかったら罰ゲーム。1位狙うにはどれくらい出玉出せばいいのと言われてますが、1位の伏せ手が2万発オーバーですね。2万発弱ですね、はい、2万発オーバーですので、まあ2万2、3000ぐらい出れば1位取れますね。あともうちょっと、あと1万2、3000発は欲しいところですかね。まあ、7028と1400やから1万2、3000ですね。そうですね、まあ、16ラウンド偏ればちょっと早いかもしれないですけどね。おしるこ黒酢以上の罰ゲーム作ってねってね、言われてますけど、この放送がトーマスの最後となるのであったと言われてますけどね。そうですね、池田君何年生と言われてますけどね。何年生、何年生、わからない、わからない、中2ぐらいじゃないの。そうですね、はあ、1位、お、緑保留、おお、また来た、いやいやいやばいね、簡単やわ、頑張ってくれ。今日森口行って負けたけど明日もまた行くからと言われてるんでね。初当たり参加、あ、3点、これいいですね、3点はいいですよ。お、お、天がかっこいい。天が初当たり3回、すごい、しかも時短で引き戻したんですよ。天がさん、でも俺あかんわ、もうあのへこんでるから、あの人あかんわ、当たらへんて、そんなボロスイワジェジあかんわ、スイ、おー、すごい、いやすごいな、すげーなー、いやこれ、本当に森口1位ちょっと見えてきたかも。ちょっと頑張ってください。余裕です、余裕っすか、ね、歌舞伎通せ、はい、あれ、あ、4か、え、これ 4もしくは16、いや、これ昇格があるパターンですね。まあ昇格もありますね、途中、うん、天下見せて、天下さんね、またちょっとお仕事戻られましたね。1位って2万発やっけ、3、4万発くらい出したれよって言われてますけどね。いや、そんなもうね、ランキングとかも度外視するぐらい出してありますよ、はい、度外視、はい、もう追いつけないぐらい、はい、もう
なるほど、まあ土曜日にですね、一応どの曜日が優勝すると思いますかというアンケートを取りましたら、はい、まあ、森口3位ぐらいでしたね。3位、はい、1位が大東やったんですよ。見くびっとるわ。そうそう、それをちょっとね、見せつけてあげないと、森口やっぱすごいんやぞっていうのはね。最終章トーマス池田の歌舞伎魂っていうね、タイトルつけていただいてますけどね。あ、7500、はい、おお、これ昇格ですね。昇格です、昇格です。すごい、おめでとうございます。まだ多いよ、言ってますよ。まあ、7番ですからやっぱりね、多い方引かんと、頑張ってくださいよ。7番罰でもええんやで、かぶってるのは言いたいんがね。2番罰ぐらい軽く超えてねと言ってますけどね、はい、JP さん、この間打った時当たらなかった気がするから当たってほしいって言ってますけどね。まあ当たらんかったね、大統領池田君いつも調子乗っとうやん。辻エル今日は見てるかな、ね、これだけ当たると面白いだろうねって、面白いでしょうね、うん、私も刑事打ちに行こうかな、本当にね。いや、そういう放送になってますね、もう完全にね。本当にいいですね、今年の運使いすぎたな、オカルト池田と呼ぼうか、はい、草そうってね、大20連目指そう。もう多分ね、今日からあと300何日あるんですかね、はい、多分全部負けですね。、うん、まだ先は長いね、はい、オーラやなくて大衆やでって言われてますけどね。あ、そっち、はい、93ですね。じゃあ茶色っぽいってこと、テレレテレレじゃないですか。黄色、黄色じゃない。あ、なるほどね。コンビニで氷買ってきておこうねってね、アイスバケツチャレンジやるって言ったから。なるほど、あったかいんだから。スジェル見てる、池田君今日帰り気をつけやーって言ってますんでね。いやね、ほんまに、はい、どこでしたっけ、今ニュースでめっちゃ話題になってるやつあるじゃないですか、はい、話題になってるやつ、人質に取られてるかなんか。ああ、まあね、時事ネタですけどもね、はい、気をつけないと。あんなになりそうで怖いわ。ほら。ね、もうそういうのはね、禁止なんで、そういう話はしないようにお願いしますよ、ね。小手寺のスルーはどこにある、池田地球、池田火星、思ってたより遠いな、あと大分やな。さっきからその池田地球ってどういう意味だ。池田火星とかね。それ、あの顔のデカさってことでしょうね。ああ、なるほど。不謹慎ね、そうですね、もうダメですよね。ほら、不謹慎やめろ池田、不謹慎って言われてますけど、別に悪口言ったわけじゃないからね。そうなんですよ、はい、まあね、そういう時事ネタはね、ちょっともうカビになるんでやめときましょうってことですね。池田の 3DS を人質に取ったろわって言われてますけどね、 3DS はやめてくださいね。あ、それやったらいいか、それやったらいいですよ、はい。池田は罰ゲームをどこの誰に何を指したいっていうのありますかって言われてますけどね。はい、罰ゲームね、はい、どこの曜日の誰に何を指したいっていうのありますかって。どこの呼びの誰に何を指したい、はい、そうですね、じゃあコマコマ、お、コマコマ、宮川みなみコマコマ狙いで、はい、ニコ生中永遠と大和店長の足を匂い続ける。あ、それきついな、はい、面白そう。あ、緑ホール来た。お、これいいんじゃない、月曜日のツーエルにしようやと言ってますけどね。はい、はい、6点やってますね、1便内けど、コマコマ明日歌うんで、一応ね、寝屋川はね、茨城サイトとの連合軍になってますんで、茨城サイトが、最下位になったら寝屋川みなみにも来るかもしれないですね。お、JP さん、ちょっとチャンス来た、赤やもん、赤やもん、めっちゃテンション下がってるやん。そりゃ下がるよ、ね、頑張ってくれ、16ラウンド5連覇、 JP おじさんの協力は不可欠でしょうね。頑張れダディと言われてるんで頑張ってください、はい、頑張ります。あ、外れた、外す。池田君学生時代は人気者だったって言われてますけどね。いや、僕学生時代あれですよ、全く、え、高校のこと、大学のこと、まあまあ学生、まあまあ小中高大とあると思うんですけど、人気者でしたかって言われてますけどね。いや、全然ですね、全然、はい、そんなことない、ただの1ミリです、1ミリって言われてますけど、JP がくじけた、で JP さんへこんでる、気持ちいいね、天が映って、池田がかっこよく見えてきたよって言ってますけどね。天が見せて、明日勝てそうな気がしてきましたって、ダリー元気出して株買うなって言ってますけどね。今日ホール行ったらちょうど秋台出て1000円で当たって15連したよ、 85% 継続はすごいよ、すごいですね。え、それ森口店ですかですかね。いや、素晴らしい、ありがとうございますね。ありがとうございます。いいな、私も行きたいな。 KIM って誰が1位になったってことで、あ、気候なイケメン、これ社内報のやつですね、はい、森口はチャラセラさんで出ましたけど、いや、まあ多分ランキングはまだじゃないですかね、まだあの集計中ですかね、集計中じゃないですかね、はい。池田君がメンカブランコいて、今日初めて前見たけどトーマス見当たらなかったってね言われてますけど、トーマスさん事務所にいましたっけ今日ですか、はい、何時頃ですかね。いや、夜かな、私見たってことは、僕あの早晩の時間帯で出勤してたんで中で抜けてるんで。なるほど、じゃあちょっとその夜の時間はいなかったかもということですね。そうですね、閉店後に戻ってきてるんで。なるほどね、
またあのぜひ遊びに来ていただいたらね、トーマスさんいらっしゃいますので、はい、これで森口1位だったら尊敬に値するわ、勇気君頑張ってよと言われてますね。任せてください。池田の黄金キセルが生きり立つって言われてますけどね、シモちょいちょいシモぶっこんできますね。そうですね、すげえ引きだな、これがプライベートやったら、ね、もう完全に生きり立ってますけどね。ねえ、かぶいてこら、はい、反り立つんか、かぶいて左打ちしようってね。池田屈走、森口はまともに打ちそうにないからなってことでね、今日はガチで打ってもらってますんで、うん、JP 大会を歌舞伎ごめん横も当ててくれってね、あと1回16ラウンド引けば2位やでとやってますけどね、新店長は出られないですかってね、今日はちょっと残念ながらあのお仕事の都合で出られませんので申し訳ないですね。今何年ですかってことで、池田さん今は5連今は5連ですね、5連目、はい、ね、頑張ってくださいということでね、前々明日一緒に刑事打ちに行こうって、あいいですよ全然行きましょう行きましょう、不謹慎で、ね、申し訳ございません。池田君今日罰ゲームなのってことで、まあ一応ねミッションは失敗してますけどもね、あとは活躍次第。おお、赤チャンス、赤赤赤いいですよ。 JP さんと前々打ちて交代をしたらで、ね、まあちょっと検討しますね。不謹慎なこと言うと池田の恥ずかしいビデオ晒すぞってね、恥ずかしいビデオ悪いんどんな教育を、おい、あ6点来た、6点ですよ。パチンペインはモラルが低いわ、藤子 1B ない池田ってね、池田はいじめるな、不可能、コマコマ一択、センス厚い、スジエルは結局どこに行ったのですかってことでね、キコーナーエビエ店の店長になられてます ね、 そうすね、池田地球 JP さんのテンションダディ頑張れ、40回転までって当たる確率高いんだっけと言ってますが、どうですかね、この辺の話はちょっと聞いてないですけども、スジエルはエビエです、池田様はエビエです、スジエルはエビエです、セイララーイ、あこれ池田さんいいね、爆連パターン入ったんだな、いやもう余裕はいいパターン、池田も早く左打ちでかぶくんだ、もうちょっと待ってくださいね、池田地球スジエルはエビエ、 JP 先生ファイト、ダディ頑張れ、ラッスンゴレライ、池田火星と、来た16来た、またビクトリービクトリー鬼交換、そうですね、ダディ本当に元気出して、エビエ店でスジエル見たリスナーさんいますか、池田地球ってだんだん漢字が違ってきてますけどねなんか恥ずかしい感じになってますけどねダディ頑張れ、森口で店長に賄賂したら2万発出たよって、賄賂したんかダディのテンションが落ち頑張ってる、池田地球池田地球、いや下品な池田ですね、池田地球池田地雷池田火星って海池田地球ね、いろいろ言われてますけど、池田金星、池田は恋をするなって言われてますけどねさっき恋って書いてたからね、はい、完成したから ね、 ねえ恋しちゃいましたね、はい、池田地球海池田アホ、おお池田地球すげえな、池田火星ってめっちゃ多いね、これ地球と火星めっちゃ多い、どっちでもええわ、ね、セーララー来た、海効果これ夢あるわ、引っこな海これぐらい当たりてって言われてますけどね、いや当たりたいよね、やっぱりマックス打ったらね、池田地骨ってね、地骨関係あれねえ、池田くんが調子良すぎて怖い、こうなると ST 終わる気しなくなるねってことで、そうですね、これちょうどもうすぐ1万発いきそうですね、いやもう乗ってますね、乗ります、お、これでもう暫定2位いくんじゃない、ほら暫定2位ですね、はい、今日の池田は強い、簡単やな、多い非現人か、あ、これは黄金セイントですわって言われてますよ、ほんまに、だからパクになって、うん、この放送に一人いらない子がいますので、あらやだ池田さんといえば歌舞伎者とやってますけど、はい、そろそろ追い出されそうなようか、池田は関東、池田冥王星、池田地球、池田月面着陸とか言われてますけどね、池田はダンソンって言うとき池田くん池田、セーラームーン池田、プライベート池田ドンマン、池田でかい、分かれへんやもう池田ノラとかね、このなんかコメントの湧き方わけ分かれへんやもう池田刑事、池田刑事って池田月面プンサルト、それ黙っていいんやったらもう池田刑事でいいよ、ねえ JP さんハンドやってますけどね、さらっと2万発出してよし池田もう5本調子乗っていいぞって言ってます、ありがとう、やった池田1万地球って言われてますね、いやその僕5分制度も仮面ライダーみたい、あじゃあウルトラマンか、ねえ1ミリタイム継続、スジエルがエビエで極悪が生田川ってことは生田川にいた弁蔵店長はってことで、いやこの辺も事例出てんのかな、ちょっと私わからないんですけど ね、 アルジェバラン池田、まだちょっと確認しておきます、池田方形とかやってますけどね、池田はちゃんと向けてるぞって言われてますけどね誰これ池田へこき、 JP さんは今日ジャグラーって言われてますけどね、あと40分当たり続ければ余裕で1位ですよって言われてますんでね、はい、簡単っす、頑張ってください、はい、池田ブラックホール、お前らの池田愛すごいなって言ってますけどねアルデバラン池田、池田ギーブラ、辻エルいないとコメント読み進むねってことでね、間違いだね、何何何これ、お、あアシュラーに完成すればチャンス、アシュラー、あ赤文字はチャンスですよ、金だと激アツなんですが、
タタラタタラタラタタラタタタタ隣でジャグラの音を立てねテカりましたね池田テコッキ1ミリタイム継続明日に期待してるがここで全回転見せたらあえて気候な森落ちていくから頑張れってことで、はい、ね、いやそんなせんでも来てくださいよねえ遊びに来てくださいよ池田当て方検索池田大気に解明だおーすごいな今夜は池田池田はこっち見た池田池田くん大人気上から呼んだら池田と言ってますけどほら一回手やであすごいいらっしゃいませいらっしゃいませ懐かしい1ビットルは1ビットルけど4ラウンドねこっち見たこれトーマスのキレキャラが好き池田ゴーゴーランプ池田今来た池田はホームって言ってますけどね弁蔵店長どこ行ったんですかね池田池田池田ゲえ池田ゲリオンって言われてますけどねあ、お疲れ様ですあ来たよじゃあうちのニューエースが来ましたよちょっとお待ちくださいね、はい、マイクつけさせていただきます、はい、JP さんじゃあやっとあれもういいお役ごめんするお役ごめんするわわかりました僕は役に立てそうにない東四郎なんであの会社の印鑑も外させてくださいあ、わかりましたじゃあちょっとね、はい、あそうかそうか完全投資ローですわすいませんお邪魔しましたお疲れ様でした お疲れ様おじさんお疲れ様でしたお疲れ様これねこここういう感じではいデビさんごめんこれあのお任せしていいですかすいませんあーまあまあ4ラウンドねしゃーないねこれね余裕やな、うん、いやこれは生きてるね完全にねいやもうなんぼでも生きれるわラディオ2連れてってタコマスターって言われてますね JP さん落としたJP さんお疲れ。出る時連れてってインカムつけたまんまやったんか。JP さん元気出してお疲れ様。ゆうきくん今日はすごいね。また遊びに行くからねと言ってますよ。来てくださいよほんまに。はいお待ちしてますよ。ジャグラおじさん何しに来たの？池田天使の羽って言われてますけどね。はい。おお何これ？おプチュン来た。プチュン来た。これねリーチになったら激アツですよ。いやもう僕出すからね。JP全部。池田一ビルは。何もかも出してまうタイプやから。これですか？あの一発告知にしました。はいリーチいや何もしてないですよ。あモード変えてない？はい。リーチなったよ赤字。あもうこれあのプチュンでリーチはほぼほぼ確定じゃないかっていう噂が出てるんですが。エクイは。僕の名前はヤンマーとかねありがとうございます。いやほんまやばいわ俺今日。池田愛されとるラッキー池田。池田ワシラになるな。なぜジャグ？ベンゾは姫路。確かに一発告知とかも見たいね4ラウンドだな。セイララーイ。ちょっとねあの今ね。はい、やばいわ、はい、2カメにしてるんですが入ってないあ、ちょっと待ってくださいねじゃあ、はい、声が入ってない今、はい、今入れました電源あスイーはじめましてはじめましてお前邪魔すんなよ俺のこのハッピータイムをハッピータイムあ、ちょっとお待ちくださいねカメラじゃあちょっと切り替えますんでねおめでとうございます 16? はい16ですすごいねこれ森口1位夢じゃないよじゃあのこっちのカメラあの映ってますんで、はい。いや爽やかな笑顔ありがとうございます。はい、お名前教えてもらってもよろしいですか？あ、西村康平と申します。あ、西村さん。新米副主任です。あ、新米副主任。ちなみにあだ名は何ですか？あだ名ですか？はい。よく谷原章介に似てるって言われます。おら。いちびるわ。どうですか？あ、やり口やっぱりいちびるねみんな。この笑顔もうええってまたあの殴りたいこの笑顔そうですねはい中津急に嫌われますよ多分これあ中津さんねなんか偉いね嫌われてるんですか中津生理的に無理って言われてるやばいそれはやばいそうなんやまあね新しい、副主任さんということでそうなんですよねあよろしくお願いしますまだ輝いてるんですよこいつもねなんかあのいいですねあの爽やかではいあもうはい打っていいです打ってくださいあだ名とかはなんて言われてるんですか翔助何あだ名ですかあだ名なんか面白あだ名考えてや面白あだ名センスあるやつセンスあるやつこう僕ね新しい子たちにこうやって厳しく言ってこう自分のキャラを潰させないっていうねなるほどね守っていくんですよ、はい、スパルタ教育ですそうですねじゃあ、はい、温めていただいてね放送にも多分今後出ていただけると思いますんでね、はい、そうですねよろしくお願いしますねあのもう1ミリたすぎるんです言うてもううるさいんですよ1ミリたすぎる、はい、ゴリラーって言われてますけどねそうですね やっぱり若いんでまだ勢いがねあるんで西村は森口の希望って言われてますけどねめっちゃ押されてるやんねハンサムスーツの人でしょこっち向いてみるちょっと待ってお前こんだけ長い間出続けてきた俺より速攻あれやん押されてるやん希望って子沢山とか言ってますけどね池田は西村偽若者やば
サスペンス西村とかであだ名ついてますけどね。じゃあサスペンス西村で。サスペンス西村でいいです。あのサスペンダー西村でいいですよ。じゃあアタッチメント1ビリタスとか言ってますけどね。西村君とりあえず物ボケしようかとか言われてますけど言われてますね。利権西村で西村副主任でそのままやけど、ね、岩部って呼ぼうとか、ね、言われてますけどね。あのちなみにお店では何て呼ばれてるんですか。お店ではそうですね、たまに、まあ、前に多分出てたと思うんですけど、はい、浜村っていう浜村さん、はいはい、浜村さんにあやかって、はい、僕もニシムって呼ばれることがたまにあります。あ、なるほどね。なんかニシンとかね、ジョイニシムラ、カサスムラとかねスタッフニシムラとかわけわかんないです。あ、もう取り図でいいですよ、めんどくさいから。西村幸之助、谷原西とか、ね、今取り図って言いました。取り図でいいですよ。あ、もしかして、え、取り図、いや、取り図の犯人でいいです。いいんや、はい、決めつけるんや。こいつが都立の犯人です。都立の犯人、嘘や、はい、下の名前はって、ね、フーク主任とかで、ね、ハマムーの真似をするから一心頑張る。顔が見えないから西村さん顔見せてってことで、こっちのカメラ、はい、そこ見てもらっていいですか。 ありがとうございます。いちびるわ、顔はでかくないです。都立西村って言ってますか、ハマムラ。お前後でどうなるか分かってるよ、はい、都立さんからそうだね。イスートムラとかね、早く取り図は早く当てろ。あ、最近のね、若者たちはね、はい、あのこうやって放送上の中では、あのこうやって池田にこうガンガン来るんですよね、はいはい、後でケチャワチャになりますね、ケチャワチャ、ね、お前だったのか。今しかないんで取り図に決定、取り図頑張れと言ってますけどね。甲賀信念あのね、鶴賀信念をね、甲賀信念鶴賀信念、やはり犯人は西村お前かって、これただ言いたいだけやろみんな。とりあえず西村さあ、トリズの自己紹介いきましょうよ。あ、トリズさん、はい、落とす、え、年齢をいくつぐらいなんですか。今24です。あ、若いですね。あ、天下さん、ちょっと待って待って待って、1個だけ言わして、はい、若い言うても俺の2つした違う違う、あの1つ言わして、はい、池田さんがね、貫禄ありすぎんねん間違いないです間違いない、いやいやいや、顔のデカさだけやいやいや、20年若いですよね。鶴が西村とかね、もう西村コーヒー、池田、プチュン、プチュン来た、池田にも抱かれたとか言われてますけどね、ハゲ村、池田君は41、池田は親父、若いね、41歳池田、サスペンス西村ってめっちゃえらい押されてるけどね。おい、リーチ、お、プチュンリーチ、熱いね、簡単、すごい赤字で、聞きたいんだけど、どうして鳥図って書いたのって言われてますけどね島津をね、トリズって書いて犯人がおるって言ってましたね。もうね、それ有名な話なんですか。有名な話、もう有名、かなり有名、はい、だいぶ有名な話ですね。トリズ誰やねんって毎週聞かれるぐらい有名。そうそう、池田レジェンド、レジェンドです、ね、レジェンド、池田26なの、サバ読むなんて。はい、せいらばーい。いやー、一見るわ、この顔この顔、簡単やわ。池田、我々と同い年かいなでね、IKD41、プチュン西村って、すげーな、プチュン西村、ヤビテラスハウス西村キッドドリバー、西ビル、トリズ西村にしようってね、PFO はどうしよう、池田の顔草って言われてます。もう一回ちょっと V ネーション外しましょうか僕1位狙えよ。いやもう簡単やもうこれこの森口イズムのこの何なんやろうね、ちょっと人と違う感じ。いやほんまの1切り方もね、そう、森口独特ですよねこれ。やめとけいやほんまね、トリズさんは15,000発、もうちょっとやね、いけますよ。いや、今日の出玉勝負ですよ、ね、そうそう、で、1位が今2万発らしいね。余裕っすね、余裕やん、こいつら1ビリオンだから鳥さん余裕って言われてますよ池田さんが取り込んできてるから。池田さん、これモード変えてって言われてるけど、あと2つでやれないんで、あと2つなんですよ。もうちょっとだけお付き合いいただけないでしょうか。あと2つ達成したらね、一応あのモードが、クリアになるんで、それが見たいというね、池田さんの話なんでね。そうなんですよ、鳥ず1ビリはいけるな、鳥ずも普通の1ビリやん、ね、いやいや、皆さんここどこや思ってるんですか。森口ですよ。そうすよ、はい、キャプテン翼で言うと翼くんと美咲くんですよ。それ言いすぎや、それ言いすぎや、ね、ごめんごめん。え、あ、もしかしてあの池田さん、はい、さっき の, あのラッスンゴレライの相方ってこの方。いや違うんですよ、まだ違うんよ、まだちょっとちゃうんですよ ね, ししね、はい、違うんやね。こいつはあの1見るけど、はい、あのちょっと外すタイプなんですよね。外すんや、はい、いいのそれね、月曜頃の森口、ほんまみんなキャラ濃いわ。いい兄弟じゃん。お前らは立花兄弟だろうと言われてますね。橘兄弟。スカイラブハリケーン。スカイラブハリケーン。それはない。ゴールデンコンビス。あ、ゴール、それはないわ。うざ。あ、モグリちゃん、モグリチ。あ、モグリチやったってね。そうですね。
若い24歳で副主任かすごいねと言われてますね。いや素晴らしい、ね、お仕事がね。あ、バッテリー切れた。ゼビさん、どっち？一番向こう。戦国一の歌舞伎者、ありがとう。あ、いいよ、戻ってきた。バッテリーいけてる？大丈夫？いけてる、刺してるもん。オッケー、はい。今日ね、ちょっとバッテリーがね、ちょっと あまり持たないみたいでね。今アダプター刺しました。ちょっとニコ生で引き使いすぎなんだよ。いや、ほんまにな、ほんまに本当にそうですよ。プライベートあと370何日死亡やから。そうですね、まだ1年長いんですけどね。全負けやわね、池田さん、どうして取り図なのって言われてますよ。いや、ちょっと僕に言われても取り図に聞いてください。ね、じゃあ、取り図西村さんでいいんですか、これそうですね、取り図西村でいいです。ほら、取り図の由来聞いてよって言われてますけどね。西村さん、なんで取り図なんですか、これ。取り図はね、はい、まあ、ニコ生でもおなじみの宮川さんが書いたとされる、はい、奇跡の文字じゃないんですか。奇跡の文字、まあね、こういう外しなんですよ一、はい、見るけど、はい、大して笑いは持っていかれへんっていうね。なるほどね。この辺がまず甘い。ハードルが高すぎるんです。ハードル高すぎた今までの。え、プチューン、秒殺プチューンやったな落ち着いて、もうちょっと。いや、もうテンション上がりすぎてわけわからないようになってきたんですよ。余裕こいてる割にはテンションめっちゃ上がってますよ。お前や、落ち着いて。なんか笑いが来ない。変わります。いやいやいや、お前アホか今やっと出だしたのに、うん、てました。偉そうや。ゴッドが書いたのって言ってましたね。いや、宮川さんじゃないって話なんですけどね。そうそう、書いたとされるですからね。そうそうそうですね。ほら、池田さん、餅ついてって言われてますよ。いや、ほんまにね、はい、すいませんすいません。秒殺プチュンってないやねんって言ってますけどね。トリズは喋り方がダメで、トリズの人サブってね、そう言われてますけど、芸人じゃないからね、みんな。そうそうそう。池田さん、今何年ですか。今9連ですね。お、9連いいですね、はい、最高記録いくんじゃない。あと、ちなみにね、はいはい、前うちの営業してて、はい、で、ちょっと止めてはいけないところに車が止めてあったんで、はい、お呼び出しさせていただいたんですよ、ホールで。あ、そう、お客様ですか。そうです、そうです、はい、で、その車が、はい、まあ、プリウスやったんですよね。あ、プリウスね。で、なんか知らんけど、はい、宮川はその社名がハイブリッドが社名やと思ったらしくてあ、そう、ハイブリッドって書いてるじゃないですか、はい、ロゴで、うん、あれが社名やと思ってハイブリッドプリウスっていうのを書いてきて、はい、これなんて読みますって言われて、いや、お前分からんのって聞いて、はい、じゃあ、いや、ちょっと読んでみーやっつって言ったらハイブラドなんちゃらプリウス、プリウスは言えたんですけどハイブラドって言ってました。ハイブラド、はい、なんじゃそれ神やね。さすがもそれで、ね、お客さん分かんのかな。いや、それでさすが神、はい、もうそんなばっか言ってますあいつも。あ、車知らんかったら読めんでもしゃあないんじゃないかってね。ハイブラド、ハイブラド、普通にツズルとしたハイブラドはありますからね。まあ、確かにね、ローマ字で読めるよねハイブラド取り図で OK、 もうやめて、どこの吸血鬼かなって言われてますからね。というか、こんだけね、もう車の業界がハイブリッドが復旧してるにもかかわらず、ハイブラド、あいつはまだハイブラドですか。え、ハイブラドで呼び出ししたのって言われてますよ。いや、呼び出しはうちのスタッフがやってますんで、あ、ね、ちゃんとハイブリッドって呼んで読み上げてましたね。これね、放送したらもうえらいことですよね。あ、てかハイブリッドその機種ね、むしろハイブリッドって言ってないです ねトヨタのプリウスっていう風に言ってます ね。ハイブラドのお客様コーヒーこぼすから、ね、本当にゴッドすぎる。神様半端ないな。いやー、みんなのね、右斜めを行きますからね。それで全て笑いを持っていく男ですからね。すごい、そうなんですよね。ねえねえ池田、そろそろ得意の顔面芸見せてとか言われてます。顔面芸、はい、まだもうちょい貯めますよ。あ、貯める、はい、スカイラブハリケーン西村さんってね、池田の顔草あと30分で優勝いけるよって。もういちいち部長に反応してるよ。部長がもう興奮しすぎてスロットの時みたいな感じになってるんですよ。ハイブラド池田プリス、おお、いいね。どうかな。さあ、リーチなったら当たるんちゃいます。簡単やわこの台。なんなハイブラードで呼び出されたらコーヒー画面にぶちまけるわあ、いやいや、はい、秒殺ポチュン、あ、出せたね、舞い上がりすぎ、駆け抜けそうだね。ハイブラードってわらわら、いや、これちょっと危ないですね。危ないやっぱり、まあ、あと26分ですんで、西村さんもね、ワンチャン期待ですね。2万発超えたら1時のね、出ますね。そうですね、まあ、はい、JP さんがね、畑耕してたんでね、そろそろ目が咲くんじゃないかと思うんですけども、うん、僕の後はよう出るから大丈夫。そうそう、頑張ってくださいね。戦国一カボス、あと2回16ラウンド引いたら勝ちですね。そうですね、今1万5000発超えてますね。プラス14,200、1428、ね、そう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 、はい、実質1万7000弱ぐらいかな今。あと2回16ラウンド引いたら勝ちや。そうですよ、でも画面戻ししないよって言われてますけどね。いや、戻しましょうか。お、戻す？へそ保留は大丈夫？いや、
打ちます。打ちます。悩んだ結果打ちます。油断したから、ね。はい、最後の保留を消化中にまた思い直しましたね。そうですね。手を打ち出しましたね。あなたたち2人は風祭、あ、月祭と風祭。あ、ね、刑事で出てきますけどね。へそ転落見せて、池田地球ちょっと手止めてとやってますけどね。いや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 。西村君、ここはね、はいはいはい。歌舞伎倒します。歌舞伎倒す、はい。あと何回転とやってますが。あと51です。あと51回転。西村君、そういや昨日楽しかったと言われてますけど、これなんか目打ちですか？どこ行ってますか？昨日何した？昨日なんかしたんですか？僕昨日家でずっと寝てただけで。寝てたんだ。あのね、あのトリズモパワープロハマってるんですよ。一緒にやってる。3日前ぐらいの休みかなんかで、4日前、はい、そうなんか一日中パワープロしてたらしいですよね。いやすごいね。でも昨日は子供を公園にお散歩連れて行ってました。あ、なるほどね。お散歩連れて。いや、子供のコメントですか今の。西村君昨日おもろかった、ね、もしかしたら僕の大株主さんからの。大株主さん、ありがとうございます。はい、鳥津さんはプライベートで打ちに行ったりするんですかと言ってますが。そうです、僕行ってるんですけど、はい、まあね、ちょっとお小遣い制なんで。あ、やっぱりお小遣い、ね、ちなみにお小遣いの額聞いても大丈夫ですか。変動制なんで。変動制、はい、1便だよ。嫁さんの気分によるみたいな。じゃあもう奥さんのね、ご機嫌は常に。完全に財布つかまれてるパターンですね、これ、ね。あ、結婚してるのって言われてますけどね、お子さんいらっしゃるということでね、はい、いや変動制はちょっと大変ですね、これね。なかなか大変ですね。はい、ゴッドの正義ってね、言われてますけど。皆さんからちょっと援助していただいて。援助こらこら、玉をもらうっていう。ね、そうですね、まあ、ね、横に。まあまあね、そうですね、トーマスさん、テンガさんね、勝負強い人いますからね。そうです。いや、僕勝負弱いですからね、プライベートは。はい、確かにね。ニコ生だけですからね。ここ二人、うん、プライベートもうクソ引き弱いんで。ほんまに引き弱いから。園長意味シーンって言われてますけど、3000円からですか、3000円より下か上かどっちですかって言ってます。いや、それは上でしょ。あ、上。それより上じゃなかったらもう地獄生活やん。いや、水曜日のね、川辺主任ですかね、ベイアンさんという方いらっしゃるんですが、なんとお小遣い3000円ということでね。すげえ、俺の中学生の時の小遣い。そうなんですよ、奥さんが怖いということでね、3000円よりマシやろとかね、言われますけど、どうですかね。石村募金箱置いたらとか言われてますけどね。あ、俺もそれ置こうかな。それね、いろんな募金箱がいろいろ置いてある、ね、事務所で置いといてください、ね、はい、最低は何円、あ、今までの最低お小遣い額何円って言われてますよ。今までの最低多分1万円です。あ、でもまあまあね、1万円よりかはね、まあまあまあ、お、赤、赤い赤い、 あと7回、 あと7回、さあ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 、見せるよ、池田君頑張ってよ。ただ落ちても僕当てれますからね。あ、そう、うん、落ちたらまた通常やけどいいの。いやー、だから通常か、もう強引にバーン、ここ1万円あったらいいよ。来たわーって言われますけど、2点、はい、お、これ多分池田のキセルになりますよ。あ、そう、あ、ちょっとチャンスアップないけど大丈夫かな、これウニーウニウニー、来週はゴッド宮川様が持ち前呼ぶ、ウニーウニー来たーってね、あまり生あげるから貯めて西村のって言われてますけどね。ゆうき君当てろって言われてますけどね。任せろ、小遣い、お小遣いにしてあげて、あるであるで詐欺、ベイアンが。頼む。さあ、カン、カン、はい。マジか。うわあ、ちょっと待ってこれ。いや、まだあります。いよいよやばいよ。やばい。やばい。ああ。いよいよやばいよ。池田の終わり。ってやってます。うわあ、うーわ。やはりなってやってますよ。三。うわあ、これやっぱ2万発遠いか。嘘だろ、池田アホって言ってますけど、やってもうた、アメトークと。ゼロー終了、マジか、うわー、ゆうきくん最低。先行率が多分の15750ですね。15750、はい、いや、まだこっからや、こっから知ってた、ほら、あと10、あと20分、あと22分、見とけ、見とけ、いけます、15750ですね、見とけ、今から15750。ただこれね、1台だけでこんだけ頑張ってるのは、いや、一応前の一撃ですか、1台で、うわ、うっせやん、2万発のやつほとんど一撃、1万8000発ぐらい出てるんで、すげーな、まあでも月曜の伏せに続く2位の記録ですね、2位の記録ですね、一撃としてはね。いやー、ただーこれね、残念やな、惜しかった、一番おもんないパターンやな、これがっかりーって言われてますね。一番おもんないパターンやん、マジか、うわーって、池田バカ池田バカ池田バカ、やっぱり池田か、あはははって言われてますけど、いや、そうなりますわ、何しとるんや、残りの電柱保留で当てるんだって言われてますけどね。
合計1万7000くらいか。そうですね、上の方にあとちょっと足りない男池田って書かれてたぞって言われてますけどね。いやーほんまにね、あんなに強気やから。残り20分です。いや頑張ったよ一人で。てかさ、先輩は JP じゃねえって言われてますけどね。言うな。ねえ、がっかり言い訳ずに。2人ともなかなか引ければ合わないけど、そうろうなところですね。ねえ、西村、池田はもうダメだ、西村にかかってるぞって言われてますよ。とりあえず頼むわ。とりあえず所詮池田って、所詮池田、まだか。西村さんの負のオーラが。こんばんは、ベイヤーに負けるなよ。そうですね、 JP おじさん傷つくからやめてって言ってますけどね。まだあと20分あるでしょ。そうですよ、簡単やん。2番目のゴリラ池田、最後の追い込みで点が出てこいやって言ってますけどね。とりあえず出番だ、所詮池田、とりあえず頑張れ。やっぱり顔がでかいだけのやつはダメだなって言ってますけどね。いやーね、この手のひら返し怖いわ、みんなね。まだまだ見せるチャンスありますからね。まあでも初当たりの時間にしたら20分あれば1回引いてますからね。そう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 、池田さんちょっと頑張ってもらってね。初当たりそんな引いてるん。お、もう3回引いたもん。だって1回目26回転で当たって、で2回目も30回転ぐらいですぐ当たって、でそれが時短やってやんか。で時短の残り10回転ぐらいの時に引いて ST パーで十分でしょう。なんとか引き戻してってね言われてますけどね。西村さん931の3万の小遣いから2万上げるよって言われてますよ。いや僕3万も小遣いないですからね。あ、ないんや。2万円ですから。2万円、じゃあ2万円全部上げるって言われてますけど、ね、おかしいやろ。ここで JP さん JR に改名するって言われてますけどね。いやでー、あ、いいなそれ。頑張って起きてるのに逆打ち早い。半球年生ですから JR 乗らないんで、ね、まだ3回は当てられるよって言われてますのでね。中途半端な結果で終わるのか、ね、JP は一番か、池田さんいるの、アイスバケツチャレンジかで、ね、ちょいちょいしたやつしてるの誰、 JP 郵便屋さんと言われてますけどね。いやこのね、骸骨の保留僕得意分野なんですよ。あ、ムクロですねそれ、はい、シャレ神戸道なんでね、そういうのになってるんですけど、あんまデジやから大丈夫やなと言ってますけどね。そうですね、はい、補正がネタの罰ゲじゃセンスなさそうやからと言ってますけどね、十分でしょ。とりず頑張れ、ゆうきくん頑張るなと言ってますけどね。頑張るなってね。西村家庭の話をするときはまず JP さんに一礼するんやでって言ってますけどね。ないないない。そんなしなくていいから、ね、せんでせんで。あの独身ね、あの独身貴族ですからね、 JP さんね。そうですね、そう、柔らかい言葉で余計傷つくからやめてくれるか。ね、あ、見入ってしまってカップ麺20分経ってた、申し訳ございません。ポケットモンスターの山男ですからね。山男、そう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 、あ、リュック背負ってる。そうそう、似てる似てる、うん、リュック背負ってますからね本人。あの多分カバンの中にイワークとか入ってますからね。はい、召喚するんです。ポケモンのあれ出すんかいな。はい、ドヤ話するけど、うん、JP さんパンチョに改名って言われてますよ。なんでパンチョ、ね、ランキングもこのまま行くと中途半端や。西村しゃべっていいよ、池田さんバイバイしてって言ってますけどね。バイバイ。布施が優勝すると、梅北に辻エル来店してトーマスに何されるのかって言われてますけどね。西村 JP さんは左手の師範やからね、いろいろ教えてもらいなさいって言われてますけどね。左手の師範の意味がよくわからんけどな。ねえ、液晶越しに行けなくさい。おっ、ちょっと荒ぶってますね。ほら最後まで見てるよ、頑張ってって言われてますんでね、ちょっと頑張ってくださいね。まだまだ見せるからね。あと、18分ありますので、はい、ほら森口が罰ゲーム作ってくれるの期待してるから、とりず頑張ってって言われてますんでね、西村さん頑張ってください。あ、もう僕とりずになってます。とりずになってますね。もうとりずさん、とりず西村さんになってますね。完璧にそうなりましたね。そうですね、とりむらさんやな。はい、またいける頑張れ。 J3P の出番、夜のジャグラーって言われてますけどね。秒殺プッシュンってね言われてますけど、西村さんはちょっと池田を勧誘して2人を筆頭に西村艦隊結成したらもっと出世できるってね言われてますけど、どういう意味なんですかね。これプッシュインかな。お、なんやなんや。お、ロングリーチ多分なんかロングっぽいですね。これなんかあれかな、 3つまでいけばいいとかなんかあるんかな。これでパキーンで当たったらほんま神やのにな。まあまあまあね、鳥村が先読み、なんでもないとこがたまに当たりますからね。西村地区、ね、あーって当たりますよね。お、あ、もう出た、ね、ほら、そろそろ当てようって。池田さん、熱いのが欲しいなーってやってますけどね。オッケー、あったかいんだからの見せるわ。ねえ、あったかいんだから、あったかいんだからって見せるわ。え、歌ってる。もうネタコーナーになってますけどね。トーマスさんはゴローンかなーと言われてますよ。いや、僕丸ワインですよ。丸ワイン、はい、えらい、かわいらしいな。そろそろ当てようか。鳥村の台は今何回転ですかって言ってますけどね。鳥村だと思った。鳥村だと思った。今もうすぐ800回転ですね。あ、トータルがね、800回ですね。まだ実際100ちょっとぐらいしか回してないかな。そう、うん、じゃああと20回転ぐらいで当たりそうですね。お、お、ビッグマウス来た。僕のオカルトで行ったら。お、ビッグマウス来た。次回予告。次回予告。次回予告。
マルマイン似てるって言われてますけどね。でしょ、はい、僕嫁からめっちゃ言われるんですよ、マルマイン、あんたマルマインやんってめっちゃ言われますからね。可愛らしいね。とりず西村さん、ライバルは伏せの V モンキー西村さんですかって言われてますけどね。どういうことですか。あの伏せにね、あの V モンキーさん、結局 V モンキー西村、心が止まらないさ、もともと東大阪のスタッフさんだったんですけど、ね、転勤なされて伏せの方で今スタッフさんされてるんですけども、まあ、多分同じ西村っていう名字やからライバルですかと言われてるかもしれないですけどね。面識はないですかね、西村さんの方、あの伏せの西村さんの方とは。ないですね。会ったことないということで、はい、まあ、もしかしたらね、今後また一緒にお仕事する可能性も、はい、絡むことがあるかもしれない。そうですね、挨拶だけ。そうですね、挨拶だけなんて律儀ね、はい、池田より辻エルに会いたい。カラスズさんとかね、お前はババコンガや、嘘つけとやってますけどね。 なんで俺の話にすり替わってるの、ね、仲良し池田夫妻ですね。マルマイン自爆だ、あやかさんにマルマインで呼ばれてんのって言ってますけど、いやいや呼ばれてはないですけど、はい、なんかこうお互いをポケモンで例え合おうぜみたいな。あ、じゃあ奥さん何なんですか。いや、わかんないです。なんでやねルージュラでいいです。ルージュラ、はい、そうか、まあちょっと微妙ですけどね。西村さんは空豆と同じ匂いがするってね、どうですかね。空豆太郎さんね、あの東大阪のスタッフさんで、ね、何やったっけ本名、飯倉さん、何やったかな、飯倉さんかな、はい、忘れたけどね。やばいな、あと15分、15分やばいですよ、やばいな、V 外しするとか言ってたくせにとかね言われてますけど、いやほんま、ああいうところなんですよね、最後の爪の甘さ一びっくりだ、ほんまね、ちょっとダメっすわ、あとちょっとが足りない男池田、池田は吉本に転職するって言われてますけどね。いや、いいんですか転職する、あのご紹介いただけますか。あの本社の細川さん、元あれでしょ、吉本の。あ、そうなんですね、社員さんやったらしいですよ、ね、いや、その辺聞いてみたら、僕はもうアンダーツリーに、はい、あ、もう骨を埋める覚悟で頑張ってくださいね、はいはい、V 外しするとか言ってたのに、悪い顔してます、悪い顔してる、いや何が悪い顔や、またそうやってぶっこんでいくのが怖いな、ほんま、しょうもないこと言うなよお前いや、これは揉まれていくパターンやな完全にあのいろいろと揉まれてるパターンね、取り図しゃべるってね言われてますけど、池田って丸マインやったんやってね言われてますけど、あやかさんはセンスあるな、あやかさんはって言われてますけどね。おい、池田くんのダンソンだけは面白かったよ。だけはってなんやねん。だけはって、ね、池田さん小作りいつにするって言われてますけどね。これ誰いつにするって誰や誰とやねえ、とりず結構ぶっ込むなということでね、今どんどんぶっ込んでもらったらいいんじゃないですか。とりずしゃべれ言われてますよねえ、西村頑張れって言ってますけどね。森口優勝でも土曜のハード店長も無駄に引き強いもんねってことでね、一応あのこの人ね、あのパチンコ配信の時めちゃめちゃ強いんですよね、ハード店長、森店長 ね、まあ、土曜日もね期待してますけどもね、はい、ただちょっと特殊枠で、はい、あの視聴者のアンケートで1ミリランキングちょっとつけてくださいよ。1ミリランキング、はい、誰を誰があの刑事を打てる時一番1ミリってたかっていう、難しいな、はいいやそれ多分間違いなく1位とあれでしょ、池田さんでしょ。よし、じゃあそれでいい。あの茶の伊藤さんも大概でしたからね今ね、現世の前のね、あのハーフ伊藤さんが今茶の伊藤さんになったんですけどもね、はい、だいぶ1ビってた。隣のね、全然当たってない西村さんに向かってすごい1ビってましたからね。あ、Vモンキーさんね、めっちゃ楽しいわ、めっちゃ楽しいわってずっと言ってたんで、そんなん池田優勝やないかと言ってますけどね。ありがとうございます。池田君年末スカイプ一生忘れへんよと言ってますけどね池田あれね、はい、あれはちょっと僕ちょっと楽しすぎましたね。楽しすぎた、はい、もうはしゃ、もうはっちゃけすぎた。いやもうあれはほんま何回でもやりたいですよ。毎週あれでもいいです。毎週あれでいいの、はい、またねスカイプ放送やりたいってね、お声があればぜひやりますけどもね。いや僕があの采配を握れてるっていうのがもうおもろすぎて、うん、顔のデカさも池田君優勝やから。あ、それはね、それは間違いないです、はい、明日の満州ビンゴ店長と土曜のハードと生田川の極悪コンビですからね、みんな手強い、いろんな意味でということでね。明日一応あの金曜日は茨城サイトに行きましてですね、北山店長、北山ね、ビンゴ店長、ビンゴ店長ちゃうよね、ボンド店長やね、名前間違えてるけどねボンド店長が、花の芸術ということでね、あ、めちゃめちゃ引きの強い店長ですので、この辺もご期待いただけたらと思いますね。とりず西村さん、931の嫌いなとこ3つ言うてくださいと言われてますけどお願いします。いやもうそんなないです。ちょっとガチなところ掘り込もうガチなところ、ちょっと言ってみていいんじゃない。ちょっと気になってる。本当に僕人の嫌なとこって、はい、あんまり見えない。いちびってるわこいつ普段文句しか言わんくせに君は神にでもなるつもりはないです、ね、全く本当に、じゃあ池田さんのいいところは
いいところですか、はい、やっぱりねもうちゃんとしっかり部下を見てねただね、はい、常に怒られてるんで、あ怒られてる、常にへこまされてるんで、へこまされてる、これちょっと言い方悪意あるけど大丈夫、こいつはね、はい、あのへこまないとわからないんですよ、あなるほど、ね、そのまま自由奔放にやらせても、はい、ダメです、ダメ、反省がないとダメということですか、そうなんですよね、なるほどね、多分自分に対する厳しさをもっと知らないとダメっていうね、真面目か、うん、怒れてくる、顔がでかいところ、なかなか濃い新人が来たものが、顔でかい、態度でかい、大したやつじゃないみたいな、お前ら見えないとかいうやつが一番腹ぐるい、トーマスも当たらない、池田君あと15分切ったよ、うざいうざいうざいの3つやろうとね言われてますけど、ボート店長本命だから期待してる、池田君とハオ様のスカイプ放送してほしいって言われてますけどね、いやー多分ね僕毎回速攻切りますよ、はい、もうね定番ですからね、池田ハウって呼んでって言われてますけどね、ハウありがとうございます、来てますよハウさん、はい、ハウさん来てますね、ハウさん来てます、はい、あほんまですか、ハウって呼んでっていうその自虐ネタがおもろいですよねこれ別の人かもしれないですけどね、分かんないですけど、あなるほどね、今日やっと刑事初打ちできたってことでね、どうだったんですかね、満州店長は本当引き強ってことでね、明日の放送も期待していただけたらと思います、いろんな放送でいろんなデッセン残しましたからね、そうですね、ビンゴでもね、あの4桁の瀬とかね、フリーズが霞むぐらいのね、そうやってましたね、2666ですからね、でもババコンガのスカイプのおかげで酒パワーのリストバンド手に入れられたからありがとうってやってますね、なになになに、精神統一が先読みで、おおおお先読みいいっすよ、これワンチャンワンチャン、おお池田くんワンチャンあるよ、ほら俺見せる男やで、ほんまあと9分ですって1ミレるわいつでも1ミレるんや、あと10分ちゃう、まあ、ギジが3、え先輩あれやば、弱い弱いあかん、いやあこれギジ、こっからのギジが、はいはい、ほら来た来た、これギジですね、ほら池田くんのいいとこの大喜利がまあまあうまい、さあ赤ボリューム、いらない保留が変われへんね、禁じ来い、取り次ぎ志村さんも頑張れでね、池田くん当てろ、お秀吉チャンスアップ、もう1回欲しいね、一便なピンゴリあおーあーちょっと弱い、あまあ一応これ秀吉激アツなんですけどね、ただ疑似連ちょっと弱くない、疑似は2やな、あーふすま普通やな、キセルもない、お来た、キセル来たよ、キセル来た、ちょっとワンチャン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 あるよ、ほら見ろちょっと待って、トーマさん今日どうしたん、いやほんまやばいわちょっと見せすぎじゃない、これはすごいぞ、ちょっとワンコイン、これはちょっと今でも時間ないよマジか、鳥肌もんでしょちょっと鳥肌だった、ほんまにカコンカコンって、これで当たって ST 入って1回ぐらい当たり引けるから、時間的に、はい、鳥肌だった、さあよろしく、また1ビルやん、マジでマジで余で時間、これは当てたい、白いな、ただ時間がねないんで、今時間あと8分、はい、早く当たってほしいところ、これ電源入り切りして、あ、ビジョン来た、おおおおチャンスチャンス、池田は今日で見納めか、いやでも1位いらんから V ニュースさせんとこかな余裕は1ビルな、ほんま1ビルは、はい、カットイン次第、ほらチャンス来たね、簡単簡単、うん、点運ボタンなかったね、点運ボタンがないけど、おお見事、でかい顔でかい顔でかい、画面かぶってる、かぶってる、ドヤ顔でかすぎる、でかすぎるすげえ、池田くん今までありがとうな、すげえ、うわマジか、もう今日トーマスいいけども最終回って題名書いてください、さあこっからこっから ST 入るから ST 入れてほしい、生還できるから、うぜー目が小さい、これはリアルにすごい、画面ほぼゴリラ画面ほぼゴリラ、一面に今顔が行きましたからね、池田さん素敵、ドヤ顔、池田の顔大よりでかいでございますけど、どの曜日もこの時間から見せる放送やりすぎや、そうですね、さすがトーマス池田の顔面狂気やな、池田こう活躍してるやん、かぶいてくださいよ、ここ今おまんじゅうが映ったぞ、ここ池田太った、歌舞伎通したら俺ほんま男前やな、これいやすごいよ、当てた、三沢カットイン、ね、動物園だけど三沢にしたらちょっと眼光が鋭くなりそうですよ、そうそう、目乾いたんだけどね、あーやばい、いける、頑張って頑張って、いけ、あー無理か無理か無理か無理無理マジか、知れ者め、いやまだまだ時短あるよ、まだ分からんよ、まだ時短あるよ、まっちゃんかまるまる詐欺、おーすごい、やったやったやった、はい撃って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 、知れ事めっちゃ俺ほんと見せすぎやばい、いやマジでこれはやばい、これはすごい、
あらら、すげえ、はよはよって言ってますね。ほら、時間あと6分、6分。残り6分切ってます。あと6分。さあ、あと5分以内に当てないと。イエーイ、1ビルはすげえ。あと16ラウンド1回ぐらいいけるで。入った、あと5分。池田君かっこいい。池田ケツ出せってなんやねん。1位行ったれ。お、やるやん。歌舞伎ラッシュやな。池田アホ、復活神。おいおい、すげえな。ここまでやったら爆弾。縄文突破で最後締め切りましょうか。やっぱ一発告知どれ？いやどっちでもいい。一発告知で。好きなんやっていいよ。一発告知で最後は。過去一の展開。1位になれるか微妙やな。16ラウンド足す保留連で1位やなって言ってますけど、ね。あと、あと1回の16ラウンドでいけ。あと16ラウンド1回引いたら。938ですね。あでもあれか抜けるかどうかわからんのか。一応938だけじゃあ書いといてください。池田バーカ。あと5分。過去一の展開。そりゃそうやろこれもう。そうそう。お謎の一発告知にした。いやこれは一発やいけど、これへそで当たるパターンとか面白いけどね逆にそれやめたってそれで落ちるパターンとかね。いや天才じゃったかで、ね、これ当たってラウンド中はセーフで、とりあえずねあと5分ありますんでセーフですよ、うん、池田ケツ拭いてこい。池田カットインよろしく。池田うんち仮面やれへんやん。仮面歌舞伎ごとってやってますけどね。池田一発掘らせろ。鳥ずい来てるってやってますけどね。保留までがセーフです。はい、保留までセーフです。保留までがセーフ。はい、2時になった時点の保留でそこまではセーフですね。そんなん言い出したら僕神舞い降りますよ本当。もうガンガン回してガンガン、あともう5分切ってるから。そうそうそう、保留貯めとかないと。5分までは、ね、結構いくと思うけどねこれ ね池田美宮と最後へそ転落見せてでね、保留まで赤の戦争降りてきてるよ。なんかいっぱい、あいいねそれ、リーチなるんじゃない。先読みかな。おー、あ、来た。いいよこれ、いいよいいよ、池森が頼むよ。やっぱりアマデジやったなって言ってますけど、池田デベソーって言ってますね。おー、いいねあ、ちなみにあの一発告知はリーチになった時点で本当にも激アツらしいですけど。あかん、あと4分、あと4分。さあ、どうだ。これ16ラウンドじゃなかった俺寒いな。ほら16じゃないときついんじゃねえ。池田めくそついてる。おあこれはもういいね、もらったでしょ。もろたでしょ。今とつかたった池田バーカーって言ってますけど。待って ビクトリー！うわー！1ミリは！おらっかー！はい、なしまして！はい！すっげー！え、もうこれで1位確定。これで1位確定。まだ、ほぼない。今、デッドヒート。あんまり変わらないかも。そう、ほぼ前後してます、今。早打て。盛り上がってるってとこ悪いけど、小作り通にするって。カブケー。いやーこれやばいね。あと3分、あと1回で引き強いって言われてますけど、見せますね。あと1回当たればもう確定ですね。1位確定、オーバー優勝何回するって言われてますけどね。ゴリラの発情期のダンスってプレミアだねって言われてますけどね。いやこれ神放送やわマジで、ね、ホリュレン来い、打てね、言われて。そして、スータまで2位でしたパターン、はよ当てろね、言われてますけど。池田ほくろ取れてない。1ビラ池田、1ビルはゴリラの発情期のダンス。いけるよ急いで、時間的に厳しそうでね。ここでキセル来たら神やでほんま。これは神放送ですわ。池田くん頑張って、ゆうきくん頑張ってってね。いやここでホリュレン来たらすごいっすね。そうそう、ここでキセル来たらすごいのにってね。あーリアル実践は悲惨になるわ。ただね、はい、このタイミングで僕初当たり引いたんほんま神でしょ。そう神ほんまに。てかもう鳥津さんの存在よ。あ池田君頑張れ。全部持って帰って、持っていきましたね。ここで鳥津も当たれば神やでと言われてますんで、あと2分あるんでね。俺信じつぶしやからなほんまに。来てるこーいって言われてますけどね。ゆうき君頑張って。池田耳から毛が出てるでって言ってますけどね。いやちょ待って、もうまだ10ラウンドやろ。もう無理ちゃん時間。いやまあわかんないですけどね、この時間にこの電車をどうしてくれようか。ピキピキって言ってます、ね、だから大当たり後の保留はまだ生きてますよね。いいですよ、2時までですので、はい、いや2時までっていうか大当たりの時に保留があるわけじゃないですか。ありますよ。セーフってことですよね。そこで当てるわもう。ええ、松浦の方が神谷でと言ってますが、これあれか、終了最後の4保留だったとか。通常1回転でめっちゃなんでもない力から当たったっていう。まあでもあの盛り上がったはこっちの方が盛り上がったと思いますけどね。間違いなくこっちの方が盛り上がってるんで、はい、残り1分ってやってますけどね。とりあえずこの一体感が最高。転落してもいいから左打ちして受けばええんやでって言ってますけどね。今日はゴリラオンステージ、あと1分、あと1分か、ちょっと間に合わんかな、残り30秒。
30秒来てます。いやーちょっと鳥肌だったわ。鳥肌もんやわ、ほんま。さあどうやろう、最終ラウンド来ましたね。はい、終了と同時に手離してください、ね、あと15秒。ああ10秒、まだ4ラウンド保留連があるよ。どうなるどうなる、マイマイカウントダウンで私、あ、6 4 3 2保留入らへんやん、終了。はい、手離して、はい、手離してください。終了。あれちょっと待って、こっちの奇跡が疑似連来てるけど、ね、ないなって言われてますけどね。池田さん、これへそで当たったら面白いけど、ね、へそで当たったら神やろ。終了、まだへそ保留あるでって言われてますけどね、はい、最後まで見守ってくださいね。惜しい、2984。ちょっと厳しいかな、さすがにちょっと厳しいかな。惜しい惜しいって言われてますけどね。惜しい、いやー分からん、まだお疲れ様ってことでね。いやーでも今日ちょっと鳥肌立ったね。見事ですね。はいはい、これ2人ともあれやね、最後の保留ですね。最後に何してんけどで皆さんお疲れ様、遠隔で付きだったな、あーあーって言ってますけど、こんなギリギリとはって、いやー本当にギリギリでしたね。いやーすごい放送やったな。お疲れ様って、いやーちょっとデッドヒートしましたけどね。勝ったんじゃない、今日の盛り上がりは最高でしたや、さすがいけどさ。あーということで終了。いやー、はーい、お疲れ様でした。惜しい、わからん、どうなんやろ、結果発表は後ですよね。結果発表はそうですね、一応最後ね、またこっち来ていただいて。いやーこれはすげえ、そこでしょうか。いや本人が一番脇汗かいたんちゃうかなと思いますけど、いやもうびっちょびちょですよ、ほんまに。グッチョンコです、一緒に撮ってきていただいたい、はい、グッチョンコです、お疲れ様でした、はい、いやこれ本当、あ今ね RPC 始まりましたけども、ちょっと今始まりましたんでちょっと音うるさいかもしれません、はい、お疲れ様でした、はい、いや池田さん、刑事いかがでしたか。いや刑事がおもろいというかね、はい、池田の引きがおもろいっすわ。最後まで自分をね、こう持ってる、これはほんまにもうやばい、やばいね、いや視聴者もそれは分かってるよ。いやほんまにね、今日はお届けできたと思います。うん、神がかってた、ほんのに、はい、うん、まあ、ただね、ちょっとほんまね、もうびっちゃびちゃ。ねちょっと新人の、ね、方はこんな放送ね出ていただくのちょっと申し訳ないんですけどもね。完全に食われてますからね、はい、本当に申し訳ございませんでした、ね、やられました。またね、機会ありましたらぜひ出ていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますね。はい、ということで、はい、前口で、はい、刑事、信頼入れ替え、ね、ありましたけども、何台入ったんですか。40台です。40台、40です、はい、40、はい、まあ、これね、4円パチンコのみですけども、はい、まあ、1円パチンコには先ほどもおっしゃってたように、なんと前のね、龍、はい、龍ですね、龍ですかね、龍の天デジです。天デジが入ったということで、はい、ぜひ、まあ、花野刑事、まあ、コード表稼働中ですんでね、遊びに来ていただけたらと思いますね、はい、お、今日のゆうきくんかっこよかったって言われてますよ。おー、みんな言われてますね。今日は良かった、今日はねって言ってますけどね、時間があれば喜びのゴリラダンスお願いします、はい、あれそれはランソン、トリズと JP がもう少し引きあればなって言われてますけど、ね、そうなんですよね、まあ、今日の先輩はね、でもまだ分かんないですから、そうそう、まだ分かんない、ちょっと待って、なんかその言い方負けたみたいな、いやいやいや、私も結果分かんないもん。あ、なるほどね。一応成績表だけお見せしておきますと、まあ4位はね野崎のあて4236玉、3位が水曜日の9780玉、で火曜が大東、2位が、11228玉、まあ、これは余裕で超えてますね、うん、問題は1位の伏せ点との差ですよね。1位の伏せ点が2076玉。あ、いけたじゃん、いったやろ。さあどうでしょう、ね、さあじゃあ JP さん、これ結果もう出てる、よろしいですか。じゃあ池田さんに渡そうか、それ。あ、僕からにしてください、自分で発表してもらおうか、うん。意味深なんだこの意味深な感じ。いやー怖いなー。いやちょっと待って、僕もまだ見てないですよ。そうそう、まだ見てないね。ちょっとどんな感じだか、ちょっとまだ数字見てないけど、ちょっと待って、僕さっき見ましょうか。足りないんじゃない。ちょっと待って、隠しながら行きますわ。ドキドキ言うてるけど。じゃあ発表してもらいましょう、はい、ここの合計ね。ああ、合計ね、はい。じゃあちょっと待ってね、後ろから行った方がいいですよね。そうですね。じゃあ皆さんね、ちょっとお待ちいただいて、はい、まあ、8当たり3回、はい、最高が8連、
ですね、はい、いきますよ、はい、皆さん、いきましょう、一緒にドキドキの瞬間を味わってください。そうですね、まず一言目、はい、ダン2ね、はい、うん、ルルルルル、6、あれ、え、ふせ、ふせ何もでしたっけ、下2桁、ちょっと待ってね、2万76、2万76、あれ嘘、え、マジか、え、次の3桁目だいぶ大事ですよこれ。そうそうそう、さあ行きましょう。じゃあもうバットめくりますか。バット行きます、行く、いいの、行く、ちょっといいの、みんな大丈夫、心の準備、めっちゃみんなドキドキしてるけど心の準備大丈夫、大丈夫か、いやー煽るね大丈夫、ちょっと勝った時のために、僕暴れるためにちょっとこう勝つの前提なんやな。はい、じゃあ行きますよ、出しました、はい、行きますよ、はい、行きましょうか。3、2、1、ダーン、ギリギリだ、いただきました、めっちゃギリギリじゃない、ギリギリだ、やったー、見た見たよみんな、砲弾幕来た、すごい、ほら見ろ。じゃあ皆さんちょっともう一度ね成績表を見ていただいてですね、伏せて2076玉でした、はい、じゃあちょっとそれ見してもらっていいですか、画用紙、はい、2076玉、そして森口店2162発、おめでとうございます。いただきました、神ですね、いただきました、トーマスすげー、これは僕とトリゾさんのゼロ発があったから出たドラマですから、はい、いやお前何言うとんねん、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 いやー、ね、最後のでかかったでね言われてますけど、ほんまに神回やった、いやこれはね盛り上がった、いやもうにやけが止まらんすよほらゴリラダンスって、いやもうその辺の番組より絶対おもろいやろっていう盛り上がったね、いやーほんまね、顔面ゴリラ、ね、今日だけは褒めたるわ、今日だけはね、ほんで今日さらにこの放送が終わった僕2連休なんすよ、 おめでとうございます、いい配信できるじゃないですか、いやまだでも金曜日土曜日のね結果次第なんで、いやもう勝ちでしょ、勝ちです、あこれで池田卒業やな、おめでとうって言ってますけど、はい、池田ゆうきの最終回ですね、これね、冠番組の最終回で、ね、終わる詐欺ですね、うちにいっといでってね、月曜日めっちゃ悔しいやろうなってね、2連休ボロ負けしていや、はい、さあトーマス罰ゲームやぞと言ってますけどね、え罰ゲームあるんですか、まあ、ちなみにね今日森口といえばねミッションあるんですよ、まあ、あのこの放送もねミッション成功は、まあ、あでも成功してますよミッション、はい、どうします？どういうことですか？ミッション成功、一応2万発以上、2万発オーバーですよね、そうそうそう、じゃあチャラやからどうしますこれ、新人と JP さんを罰ゲームっていう僕のこの権限でね、あまあまあそれはいいと思いますよ、いいですよね、はい、いいです、はい、いいです、出ましたジャイアンプレイ、ジャイアンプレイ得意の JP ですよこれ、はい、一応あのねミッションは成功条件がなんと出玉2万発以上ということでね、そうなんですね、1位目指してくれっていう意味を込めてやったんですが、うん、まあ、見事成功、一、ね、人でやりきった、一人でやりきった、ビクトリー池田やなこれジャイアンプレイって、いやそれはありやなってやつですよ ね、うん、はい、まあ、ミッション失敗がね一応超柄が出ましたんで、一応ミッション失敗ですよっていう風に、超柄出したらミッション失敗やって、出してないね、出したいいぞジャイアン出してん、じゃあいやいやでも、あじゃあアンケートしようか、アンケートしようって言われてます、勝利の宴ということで、はい、うん、また池田小作りいつにするって言われてますけど、そうやな今日めっちゃ聞いてますねこの人この2連休のどっちかかな、新人さんに1ビッタ、あジュニア誕生かもねこれね、ジュニアまた新しくね誕生期待したいですね、そう、はい、あ新人に罰ゲーム教えてあげたらって言われてますけど、そうですね、教える回ですね、見せていただいた、今日は JP さんとトリズやな、体感してもらうってことで、あ体感、そう、あのまあ森口放送ねこんなんゲやってるよっていうのをね、うん、アンケで罰ゲームする人決めたら、一回虫食ってますからね僕、ワンちゃんどこいますか、ワンちゃんあの耳の穴まだペロペロしてもらう、ワンちゃんあれはねあの地元清志スペシャルでしたけどもね、はい、はい、ゴムパッチンやろうぜってね、アンケしたらいいよって、あ今日は池田くんの冠番組やし池田くんの自由にしようって言われますよ、いやーほんまね、いやもう何でもいいっすわ、もう何でもいいの、気持ちよすぎてもう何でもいい、やりましょう、うん、焦点焦点やりましょうってあるでしょ、今池田さんもやりましょうって意味でしょ、我が生涯に一片の悔いなしやわ、もうこれもうええの、うん、もう引退、もう引退でいい、こらそれまた機種変わってきますあキコネット池田の罰ゲームコーナー、何でもいいならやったらいいやと言ってますけどね
うん、ごめん2日とも安全日やったと言ってますけどね。じゃあダンソン、じゃあ池田で、池田西村さんとダンソンしてと言ってますけどね。いや西村ね、はい、僕ね下手くそなんですよ。じゃああえて放置、ダンソン分かんないんですよ。じゃあ、まあ今日どっちでもいいや、頭に変なもん湧いてるねと言ってますけどね。じゃあ3人でやったら、池田さん罰ゲームのお手本見せてあげて、みんなで罰ゲームやろう。そうですね。で今日の罰ゲームはってことでね、今ちょっとね JP さん準備してるんでね、ちょっとお待ちいただけたらと思いますね、うん、とりあえずやろうか。ダンソンダンソン、ダディとダンソンって今度初めてや、今日はどっちでもいいやっていうぐらい、そう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 、今日感動させられたってことでしょ。いやだいぶ興奮しましたよ最後。いや見せるね森口店ほんまね、うん、ドラマメイクミラクル起こりましたね。ほんまに、うん、いや奇跡の回に出ましたね。いや、ね、いや出てないでもはやもはやおらんかったで。むしろ申し訳ないけどね、途中からもう存在感がもうバッスンいかれとったんで。ありました。あ、じゃあそれ、どうしようかな。2部いい、一回締めなくていい、一回締めましょうか。そうですね、とりあえず、うん、とりあえず ね、この感動をね、うん、とりあえずちょっと一回締めますわ。じゃあでも森口さんね、花のゲージ40代入ってますし、はい、あとスロットですね、スロットね、肛門邪魔勝つ、はい、そしてジャ、スーパージャックポットですね、10代と2代入ってますので26日からです、こちらは。なるほど、ぜひ肛門邪魔はもうね、はい、動いてますんで、はい、なるほど、ぜひ遊びに来ていただけたら、ぜひぜひ来てください、よろしくお願いしますね、はい、はい、今日のケージの放送見たら打ちたくなったでしょ。いやなるでしょう、はいはい、あれは打ちたくなるよ、はい、私も明日打ちに行こう。あ、よかった感動したってやってますけどね。というかね、僕パチンコで2万発ぐらいなんか出したの初めてですわ多分ほんまにあ、そう、いやほんま僕プライベートで2万とか出たことないですから。あ、じゃあそれもおめでとうということでね、初体験ということで、ありがとう。やっぱ森口が一番好きって言われてるんでね。ありがとう。いやこれからもね、ちょっと頑張っていきますんで、よろしくお願いしますね。ありがとうございます。はい、ということで、キコーナチャンネル木曜森口展、本日はですね、トーマス池田の顔面競技という、はい、はい、タイトルでやらせていただきましたんで、ね。ゴッドオブトーマスに変えといてくださいよ、ちゃんと。わかりました、はい。来週はどうします？僕引退ですもん、もう。あ、そっか、出ないの、はい、あ、もう出ない。絶対出ない。はい。もう絶対出ない。いや、あの番組が、名が変われば、池田の部屋っていう番組に変わればまた出ますけど池田の部屋、はい、誰が手つくの部屋ルールルどうせあるしよ、スカイプやるんでしょ。そうですね、はい、だから、ゲストは視聴者っていうね、視聴者、はい、分かりました。それをね、池田さんがこう掘り返していくってことかな。そうですね、はい、今日だけ池田褒めたるわ、アホアホって言われてますけどね褒めてないから前は良 か、ね、かったで、森口暫定1位じゃないって。そうですね、まあまあでも2日ありますんで、あと残り2日ね、はい、場所も引きずるが待ってるんで、はい、期待したいと思いますね。怖いな、スカイプすっきゃなーって言ってますけどあのね、スカイプみんな病みつきになったからね、この、はい、ね、辻エルもそう、森口の人みんな病みつきになったからね、そうそうそう、これね、あ、川瀬俊夫の百花繚乱もう一回してって言われてます。あ、別にいいですよ、見たい、はい、あ、宮川様主役でもいいよとかね大変そうやな、事故りそうな気がするね。まあね、じゃあ池田の部屋でいいよと言われてるんで、まあこの辺も検討したいと思います。宮川弘樹の猛特訓でもいいですけどね猛特訓、あ、漢字ドリルばっかりするの、あ、そうそう答え合わせを永遠にそれ辛くない、大丈夫はい、ということでね、また来週もね、木曜日、はい、この時間20時からお送りしますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、まあ、もし森口店が1位になった場合は、来週その最下位のチームの罰ゲームをこの場で決めれますんで。そうですね、ってなったら池田さん伝統ダメじゃないの。え、罰ゲーマーでしょ。いや、もうその辺はメールで、メールか、LINE かメールでラフやな、わかりました。じゃあね、来週もまた放送をご期待いただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。本日はね、たくさん盛り上げていただいて、皆さんありがとうございました。ありがとうございます、お外までありがとうございました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。ええ顔してるわ。いやもう今日輝いたわ、うん、
はい、ということで、はい、2部ですね、刺激コメントのある、え、スジエル来てるの？スジエル、ハウって入れて、ハウ、ハウってアットハウってあと、あかんやそれ、なりすましなるから、うん、え、じゃあ、じゃあ、じゃあ、スジエルに、はいはい、あのハウ様が、はい、ハウって言ってほしいからハウって入れてっていうコメントを書いてる、書いてるえ、スジエル、スジエルさん元気ですか？あ、それは森口気になるやんって言われてますけどね。ありがとうございます。いや、ちゃんと見てくれてますか、辻エルさんは。今日ちょっとドラマが生まれましたんで、ね、今日はね、ほんまに池田勇気くんやっちゃいましたね。いや、ほんま神でしたわ。ええ、言われてますけど、うん、はい、じゃあね、今日の罰ゲームこっちね、はい、僕が決めちゃっていいんですか？あ、いいですよ、どうぞ。うん、まあまあね、はい、初めの方はやっぱり甘めに言ってあげないと。あ、そうですか。うん、新人さんやからね。はい。あ、18金ね。18金結構ハードル高いですけどね、うん、そうね、これでも触ったら僕側も危ないですからね。そう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 、あの目とか入れたらダメですよ。まあとりあえずまあ、マイマイさんと JP さんからはアイスにクローズやったり何やりを入れて楽しめばいいんじゃなかろうかと。そうですね、スーパーカップいう案をいただいたんですけれども、はいはい、ただ僕はそれじゃあアイスの味が勝つと。なるほど。いうことで、はい、液状の中にアイスを入れてフローズンフローズンというかフロート的な、はい、はい、まあ、ちょっと商品をね提供したいと。なるほどね、思っている所存でございます。わかりました、はい、はい、じゃあ早速ね、じゃあ調味料たくさん今日持ってきてますんで。そう、あ、ちょっと待って、とりあえずじゃあまあね、黒酢18金アガー、あとね各種わさびからしなど、まあ地元清志マヨネーズもありますけどもね。石丸さん、ね、ちなみにこの中でこうちょっと体験したことあるやつとかありますか？逆に苦手なものとかある？あ、逆にね、うん、なんかその辺はちょっと可愛いせいかやめとくわ。これ、これなんですか？それアガーですね。アガーね。あ、今手取っちゃいましたけどね。あ、手取っちゃった。このなんか人参みたいなの食えるんですか、これ？あ、それね、唐辛子です。あ、唐辛子、はい、これ食うこと、食うこともできるん？あ、ね、ちょっと出せないですね、はい、ただそのエキスが入ってるんで。あー、なるほどね。あと、これ蓋こう開けて取ろうとしてもその蓋が取れないです。そうそうそう、あ、そうなんですか。瓶割りましょうかお店大変なことだろうこれ、あんまりリッチフローズンバージョン、地元清志。あ、これいかついね、なかなか。マヨネーズと激辛アガーが入ってるやつ。そうそう、アガー危険って言われてますけどね。そうですね、地元清島用がある。とりあえずまあまあ適当にいきましょうか。じゃあ、あんまね、こう伸ばしてるのもあるなんで。あ、辻本店長から18金と黒酢と JP の唾液だけ混ぜて飲んでとか言われてますけど、ね、それはもうね、あの放送禁止なんで。そうそうそう、それはあの月曜日にやってください。あの完全にアカンパターンなんで、それやめときましょう。ね、店長そのコメント欄の時イキイキするんやろうね、これ、うん、とりあえずこれ、あ、お汁粉ないんすか？あ、お汁粉買ってきましょうか。買ってこうかな。あ、買う、お汁粉やっぱりすんの？嘘、お汁粉小銭持ってない？今持ってない。小銭ありますよ。ジェビさん、じゃあごめん、お汁粉買ってきてもらっていい？お汁粉やっぱりいるんや。いりますね一応、はい、お汁粉入れたらでも美味しくなるんちゃいます？うん、でもなるよそれでいいんですか？うん、いいよ。あ、いいんです。うん、言われてますけどね。あ、月曜日辻本店長出るらしいですよ、放送。マジですか？梅来たね。じゃあとりあえず、はい、もうお汁粉待ってるのもあれなんで。お、もう早速ブレンド。生ニンニクうーわー、絞りたてって感じですね、これ。えげつないの来たね、またこれ、あ、コンポタの方がいいんじゃないって言われてますけどね。え、コンポタ、コンポタ、あ、事故事故ね、はい、よろしいですか。こちらの自動販売機があるのはですね、はい、粒たっぷりコーンポタージュ、イムラヤのお汁粉、はい、とろけるココア、はい、クリーミーラテ、ホットハチミツレモンとあったかいほうじ茶コンポタとお汁粉って言われてますけどね、はい、ね、はい、どっちがいいですか？お汁粉ですね。お汁粉、やっぱりお汁粉、はい、気候なチャンネル罰ゲーム推奨飲料お汁粉って言われてますけど、ね、そうですね。ココア、JP の唾液ってすごいなね、森口最強コンビ復活ってね言われてますけど。で、次に行くのが、はい、梅ジャム。梅ジャム、あーね、駄菓子でよく売ってましたけどもね、梅ジャム。あ、そうなんですね、はい、うわ、自己ゾーン。ココア黒酢、蜂蜜でもいいんじゃないって言われてますけどね。蜂蜜レモンね、良さそうやと思ったんですけど、僕も、はい、おー、結構入れましたね、うん、もうニンニクと梅ジャムってね、そうなんですね、スジエルの口、最悪の蜂蜜レモンこれ全部混ぜたら変な煙出てきそう。取り酢だけに黒酢いらないのと言ってますね。あ、池田さん、はい、すいません、あの、エンデックから、あー、すいません、ありがとうございます。はい、推奨のね、お汁粉、はい、ありがとうございます言われてますけどね、はい、あ、はい、振ってますけどね、振ってますね。キコネット池田始まった、それいくらですか池田君って言ってますけど、この今から作るあれですか、はい、
3250円で高っ調味料より高い税込みしたらめっちゃ中途半端な額が来ました、ね、あ今それ生姜からし生姜っぽくないこれ生姜です生姜ですねいやー大量ですけどわー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 はいって感じでね高って言われてますけどね、うん、月曜日出るんだね生生姜、ね、ぼったくり生生姜、まあ、このぐらいでとりあえず一回スーパーカップ掘り込んで掘り込む、はい、スプーンありますんでねはいあでもスーパーカップ後に入れた方がええんかそうですね溶けちゃうかも溶けちゃいますよねいや金利分割で数量はってやってますけど無金利で無金利ではい、はい、分かりました一括のみで聞こえないと池田が負担するということで ねそこをなんとかもう一声消費税おかしないかって言ってますけど、ね、高いは入れすぎって言われてますけど、ね、これねアイスちょっと多めに入れるんですよちょっと食感があった方が気持ち悪さ増すんでねちょっとシャリッとねそう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 全部溶けてもうたらさすがにねさあクローズいきますかおクローズ安定のクローズをねいやー森口名物クローズロッテさんが泣いてるわって言われてますけどそれあかんてさあここにねあ今ね注ぎますねはいじゃあほらもう西村さんの顔がもうクローズだけで死にそうなんですこのクローズがきつい、ね、そうこれきついんよ偽物っぽいね言われてますおしるこおしるこですおしるこねおしるこで最後これ結構きつくきつっ嘘やんはいですわクローズいいな道があれですねメキサーするんです残りはスタッフをおいしくいただくうわあアイス残ってるね残ってるねアイスあーいい感じのこの塊でほらほらくっさめっちゃ臭いやめろよもうくっさくっさこの物体あかんあかんあのシチューのシチューの溶け目なじゃがいもみたいなあールールはうはいはいはいどうぞ早く早くあかんあかん顔した今いただきますほらチャポンチャポンしとくわな入れすぎだってこれ大名月大将黒ずきゅうぎやろうぜ色はいいねううううまずそう池田とどっちが臭いと言われてますよはいいい勝負あーいい勝負あーんって早く罰ゲーム作りうまいねしかるべき袋用意しておいて。はいはいはい、しかる。しかっとき。うわ、くっせ。はいはいはい、うわ、これやっば。早く溶けるって。あー。絶対食べないでね。食べないでね。あー。早いって噴射が。噴射早いわ。ブフー出てますね。これはあかんって。いやこれは。これは。これは今プシュって言ったぞって何ダディ行こうかってやってますけどねダディはもうこれそんなにあれなそんなにあれな残りやからもう一気飲みですねうわ怖っちょっと待ってその振りありちょっと待ってねその振りありあのダディには食感を楽しんでいただきたいんで、はい、ちょっとこっちあのっしゃだい豆入ってると思うんで豆だけを小豆ね豆だけを救出しますね救出ドリップ方法嘘やろーマーライオンエンデク事務所に押しかけたらあー個人放送か JP さんには18金アガンも追加でよろうと言ってますあー了解ですうわとりあえず苦しみを与えたらいいですよねおこれストローないんすかストローあー今日ストローないわストローはないマジですか、うん、ストロー好きやなゆうきくんじゃあ一気飲みやなダディ後で池田殴っていいよって言われてますけどねそしたら殴るはい JP は18金入れたらいいね言われてます言いたいこと言ってるもんなねえみんないやーえぐい匂いしてるけどね今日すごいわいいタピオカぐらいになってきてますよあーそういやーね罰ゲーム作るとき嬉しそうっすね、うん、いやこれこのまま1位になったらちょっと森口やばくない罰ゲーム怖いわやばいすねもはやげダディ当てられなかったからね池田口移ししたらどうっていやそれはねそれはまたちょっと変わってきますんでねあ趣旨が変わるんだ、はい、そうですほんまにやりよった勇気爆弾このさあがいりよったほんとにあがいりよったほんまにやりよったしダディさんあの食感味わっていただきたいんでおう
あのちょっと量減らしますわ、これさすがにね。ちょっと多いね、それ。ちょっと多いから。多い。池田の3分クッキー。え、いける？多いかな。いける？ちょっと大丈夫？いける？いけちゃう？アイス追加したらいいやんって言ってますけど。あ、そうかそうか。アイスはね、ちょっと緩和してしまうんで。あのね、アフォガードっていうね、アイスクリームのこうかけるやつがありますんで、アイス追加して。あ、帰ってきた。手がもうくっさ。いや、罰ゲームね、洗礼受けましたけど。ちょっと待ってくださいね、はい、もうちょっと黒酢出しましょう。そう、はい、この位置から右でやる気満々。最後はいけなくも飲むんやろうって言ってますけど、ね、あー今思いっきり手にかかったけど。何今週無理しすぎやよっしゃー、くっさ、よし、え、まあ、一気飲みですか。時間もないんでね、もう一気飲みで締めましょう。さすがに飲むのはね。腹の中で僕ちょっと帰り運転あるんですか。無理したらあかんよ。まあそこは代行があるんでね、匂ってください、匂ってください。放送終了は勇気くん。罰ゲームに手を抜かない森口。ああ、胃液出た。胃液が中二やな、ほんまにな。ダディクロズレダイエット、帰りの車臭そう、大丈夫、池田も飲むからって言ってますね。あ、見送るんやね、みんな。あ、もうちょっと前に行ってください。あかんね、あかんね。サラバジェピーゴミ箱向かい。てかゴミ箱ここにあんねんけどね。口の中身を噴射。かかけほげほげ、いらっしゃいませ。はや、打ったカーブの周り。あ、大げさだよ、池田やってみてって言ってますよ。ということでね、森口ちゃん勝ちましたんで。さあ、池田行こうか。まあ、ちょっとこの後ほんま業務控えてるんですよ。どこ行った、ほんまに池田飲まなくていいの。いや、ほんまにこの後業務控えてるんです。池田、あ、池田コールなんか湧いてますけど。巻きで、巻きな、うん、巻きで、あ、いいですか、はい、本当に、はい、分かりました。トーマス行こうって言われてますよね。コーナーチャンネル木曜森口店ね、本日も遅くまで、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで今回池田おもろいって言う。あ、池田ほら、池田逃げるなって言ってますよ。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫な、はい。池田ワイ、池田池田池田って言われてますよ。大丈夫大丈夫大丈夫。池田飲まないの。はい、ちょっとほんまにね、ほんまパッとやらんとあかんことあるんで。パッとやらん、はい。わかりごいな、勝手に閉めるなよって言われてます。いや、ほんまにね、はよ飲め、えって言われてます。池田飲まないと誰が飲むの、いつ飲むのって言われてますよ。いつ飲むんですか。過去に飲みましたよ。あ、まあ今日は見逃してあげようよって言われてますよ。はい、そんなんない、ないやろ、失格になる。トーマスやるよ、パッとやってから来いよって言われてますけどね。明日やからええやろ、握手しろよ。だからはよ、飲まないならダンソンやってください。ダンソン、ダン、え、ソロダンソンですか。ソロダンソン、全部一人でやらなあかんけど大丈夫。ラッスンゴレライの違うやん。どうするどうする、もういい。いや、もうね、はい、うん、今日はちょっともう時間ほんまにやばいんで。わかりました、じゃあ、はい、明日休みやからええやろって言ってますよね。はい、あ、ダンソンなら許すのにって言ってます。あ、二人でやったら、じゃあ、え、JP さんをニーブラするんですか。はい、できる。いや、できますけど。できるんや、まあ、これ JP さんのクオリティも必要やけどね。そうなんですよ。じゃ、あの西村町、馬の図、馬面持ってきてや。馬面。走って走って、そうだそうだ、トマスの冠やったってね。ダディとダンソンなら許すって言ってますよ。このあと子作りあるから飲まない。そうなんですよね、忙しい、池田君飲まないわけ。逃げた、逃げてないけどね。今日はね、はいはい、徹底的に、やっぱ制裁をかまさないといけないんで。なるほどね、活躍しなかった彼らを、彼らをね、うん、まあ、今日はね、ジャイアン発動ということでね。そうですね、はい、時にはやっぱね、ジャイアンプレーも必要かな。ジャイアンプレー、うん。なるほどね。あれ、JP さんどこ行ったの。はい、お、帰ってきた、うん、ああ。じゃあちょっと、あの、調味料をどかすから、じゃあこれで締めますんで、最後。あれ、かぶりもんは、あ、いや、まだ届いてないんで、ちょっと隠れてるとこですけど。西村はよせ、とりず、とりず、とりず西村になってましたけどね。ただね、はい、こっちの方がいいですかね。ああ、角度的にね、はい、はい。じゃあちょっとカメラ下げますわ。いけます？大丈夫。じゃあ今ちょっとね、ダンソン準備中ですので。ハードル上がるからやめてくれへんか。いや、僕もね、もうこれ滑ることしか考えてないんで。
間違いない、あの前提でこれやるのめちゃくちゃきついですよ、ね、いやほんまに ね、はい、いや分かんないですよそんな、しかも世間的なね、あのもうすでに知れ渡ってる、ダディとダンソンかおもろいな、ニーブラでいいよ、今いるとこってイオン側って言われてますけどね、イオン側ですね、イオン側ですね、うん、はい、明日臭くないですよ、受けるかもよって言われてますけど、いやもう外すでしょうねこれは、外す、うん、池田は最後に飲む、打ち合わせしなくていいのって言ってますけど、打ち合わせいらないです、いらない、はい、ぶっつけ本番で滑ります、まあね、目と目で通じ合いますんでね、そうですね、ニーブラした JP にさっきの飲ませて、受けなかったら飲んで、通路でかって言われてますけどね、はあ、あ、マズラあったんかな、でやろう、で帰ってこないねもう行きますか、お、帰ってこないけどね、はい、じゃあ行きます、はい、ラッスンゴレライ、それかい、ええなんて言うの、おい、いきなり来るから、ラッスンゴレライ、え、なんて、ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ、ふー、ラッスンゴレライ、説明してね、ラッスンゴレライ、あ、ちゃうわ、もう下手下手、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、ボニーさんや、そこらは困るって打ち合わせないと、ちゃうわ、ほら、来たね、後ろ、後ろ来たね、ほら、あれなかった、ないんかいっていう感じなんです、あ、ちょっと練習しておきますね、おもろって言われてますけど、はい、わかりました、じゃあね、こんな感じでいいですか、はい、何これって言われてます、ちょっともう JP がね、はい、JP さんが知ってるもんやと僕思い込んでてそっち本気、そこまで知らんちゅう、もうね、ダンソンの方で行くと見せかけてちょっと待って JP さんって言われてますけどね、ちょっと待ってちょっと待って JP さんやで、ほんまにこれこれはこれでおもろいって言われてますけど ね、 ね、はい、でもこんな感じでいいですか今日は、はい、そうですね、わかりましたね、はい、じゃあ見事、デラマバトル1位になりましたんでね、皆さんあと2日、行方を、ね、見守っていただいて、来週の森口店罰ゲーム決めれるかどうかね、楽しみにしていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、そこまでありがとうございました、それではさよなら、ありがとうございました、バイバイ、ありがとうございます、ラッスンゴレラやりたいかい、うん はい、お疲れ様でした。ですね、森口店の店長なんですけども、本日ね、出られる予定だったんですが、本当にね、ちょっと業務が、忙しいということでですね、しばらくちょっと落ち着くまでは放送もね、ちょっと出れないというふうに先お声いただきましたんで、はい、申し訳ないんですけども、店長お待ちの方ね、たくさんいらっしゃると思うんですが、放送にはね、出ていただけるそうなので、ちょっとお待ちいただけたらと思います。はい、よろしくお願いしますね。はい、梅北 MC 前山さんでお願いしますってことで、月曜日はね、一応、2月から違う人間になるんですよ、まだ確定ではないんですけども、今はね、ちょっとネギ玉子に行ってもらってるんですが、リンゴちゃんとね、梅影さんがもしかしたら梅北伏せの担当になるかもという話ですんで、私はちょっとね、今のところはちょっと月曜日の担当にはなってないので、どうなるかちょっとわからないんですけども、まあね、皆さん のお声も参考にさせていただきますんでね、はい、ぜひよろしくお願いしますね、申し訳ないです、梅北まゆまゆがしてってね、申し訳ないですけどもね、ちょっとまだわからないので、決まり次第またお知らせしたいと思いますね、はい、お疲れ様でしたということで、まあ、辻本店長ね、いなくなって、最初のっていうかね、まあ、新規一定の森口放送でしたけどもね、池田さん頑張っていただきまして、だいぶ盛り上がる放送になりましたけどもね、はい、今は毎日担当してってね、いやちょっと休みくださいよ、
ネタ金終わっちゃうんだってことで ね、まあ、ねその辺もねちょっとまだわからないんですよ本当に。復帰というかね、まあなんていうか私もちょっとあんまり事情を詳しく知らないんですが、まあ、ちょっと本当に2月にならないとわからないこともたくさんありますので、はい、またお知らせしたいと思いますね。はい、サポートでもいいから言ってあげて、あ、じゃあ、検討しますね本当に。はい、2月から松浦も研修ですね。そうですね、その間は JP さんと私頑張りますんでね、はい、よろしくお願いします。梅わらってね湧いてますけどね、いくらに聞こうのやめても芸人としてやっていけるなって言っといて、そうですね、芸達者ですね本当にね。明日はってことで、あ、お疲れ様です。明日は茨城サイトは、私単品でお伺いさせていただきますので、はい、ボンの店長出られますんでね、よろしくお願いしますね。はい、ツジェルと東さんの絡みに前目が突っ込んでほしいってね、今森口、元森口メンバーですもんね。まあどうですかね、うまく料理できる人募集っていうふうにねおっしゃってましたけども、いや私もあんまりねうまく料理できるか分かんないですけどもね、研修の間に松浦の居場所なくそうですね。でも松浦さんはね、今後ね大変なお仕事もたくさんあると思いますんでね、その分我々が頑張らないとという感じで、はい、期待したいと思いますんでね、頑張っていきたいと思います。はい、メキタの放送はね本当にまだ2月にならないと分かりませんので、まあ、とりあえず1月いっぱいはネギタマ君と JP さんが頑張ってくれますんで、月曜日ね、辻エル来るんかねちょっと分からないですけども、見ていただけたらと思いますね。はい、メメと話せたおいらばかちぐみってね、そんなことないですけどね、またスカイプ配信とかやりたいと思いますのでね、まあ、あとそうですね、お店、まあ、閉店間際なんですけど我々エンデック人もね準備中の時はいますんで、ぜひシリコンバンドを欲しい方は、お声かけていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。明日はね茨城サイト、明後日は神戸中央いますんで、お近くの方ぜひ遊びに来てくださいね。はい、明日のボンドに池田をコテンパンにしてほしいで、私もね一応1位茨城サイトじゃないかなってちょっと期待してるんですが、まあ森口さんもねやっぱりマックスの定評があるだけにやっぱりいい勝負してもらったなと思いますね。はい、マイマイさんだってシャメ取ったってね、そうですね、JP さんげっそり痩せるくらい働かしててね、もうだいぶ働いてますけどね。リンゴちゃんが MC やと東さんが緊張するって、まあそうですね、まあ、MC はもしやるとしたら、梅花月さんになるんじゃないかなと思いますけどもね、どうですかね。刑事の出玉バトル面白いですねってことでね、関西初めての、こういうコラボ企画ですので、まあ、今後もねどんどんこういう機種に絡めてた、バトルやっていきたいなと思ってますんでね、よろしくお願いします。またねスロットとかも見たいですけどね、スロ線のお店とかもありますんでね、ぜひまあ、お気に入りの曜日とかねたくさんあると思うんですけども、はい、森口とか、茨城サイトとかもねぜひ応援していただいてですね、全曜日こう店長ねスタッフさん頑張ってますんで応援していただけたらと思いますね。はい、よろしくお願いします。稲川のバトルも見たいですね。そうですね、大丈夫東さん彼女できたとかってね、まあ、東さんねなんかそういう噂できてますけど、そのことはね梅北の放送で、いじってあげてくださいね皆さん。はい、よろしくお願いします。ということでね本日も、遅くまでありがとうございました。明日も、茨城サイトの放送ありますんでね、出生バトルどうなるかちょっとご期待いただけたらと思いますのでよろしくお願いします。本日もね遅くまで本当にありがとうございました。新店長に関してはねもうちょっとだけお待ちいただけたらと思います。それでは、はい、さよなら、ありがとうございました。